音声入ります。あ、皆さんこんばんは。こんばんは。というわけで始まりました、本日はチャンネル関西版という形でございまして、まもなく週を、もう今ちょうど週が明けましてね、新たに月曜日が始まるという形でございまして、本日もどうぞよろしくお願いをいたします。お願いします。はい、ということで本日は東大阪店さんからのね、はい、放送という形になりましてですね、もう2年ぶりですかね。いや、だいたいそのぐらいになりますかね。まあ2年前私多分円で食いてなかったと思うんですけど、ね、ああなるほど、はい、空豆っていうね声飛んでますけども、 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。という形でして、はい、本日東大阪店さんという形でございますけれども、はい、まあちょっとね、あの始まる前には裏ではバタバタっと、いやもうバタバタすぎてもうサングラスだけですよ用意できたのあ、そうです、いつもやったら他にもいろいろとね、うん、髪の毛とか立たしてね、もうちょっと頑張ろう、もうそうそうそう準備をされてるはずなんですが、あれ今日はどうされました空豆さん。え、なんかひょこっとね JP さん来られてえ、何ですかみたいないや私ちょうどね10時まあ15分が半ぐらいの間ぐらいですかね、こちらの店舗さんの方でね、東大阪店さん来させていただいたわけなんですが、まあいろいろね、そうですねこれもう言いましょうか。そうです、ね、今日なんでこうこの上のタイトルみんな見てください、ノープランって書いてますよね。なんでノープランって書いてるのかちょっとお話ししましょうかね。そうですね、もうここはもう JP さんがもう語っちゃってくださいよ、もうひどいひどい、もういや、まあひどいというかなんというか、まああの昨日のね、あのまあ放送は皆さんご覧になった方多いかもしれませんし、まあご覧になってないかもしれませんけども、昨日なんか配信で、あの本来いつもであればキコーナチャンネルね、テレフォンショッキングっていうのやってますから、あのこちら東大阪店さんの方にあの電話が来るという形だったんですね。でまあまあ昨日そしたらあの向こうの方でちょっとわからんと電話番号いや会社携帯なんで、まあ、そのままかけていただいたらそのまま引き継ぐ形になるかと思うんですが、なぜかあの前あの某うんやい店のね、あの店長さんがうんやい店じゃないねあの電話番号わからんという言葉を残して、と電話しなかったねって今コメント来てますけども、はい、電話しなかったんですよと、でこちらのね東大阪店、店長さん変わられまして、はい、はい、あの以前はねあの闇店長こと原田店長だったんですが、原田店長異動になりまして、はい、で、新たに、JR 尼崎店でね、皆さんにはご存知かと思いますけれども、ね、はい、久保っちこと久保校長が、久保先生が、はいはい、来られたということでございまして、そうです、ね、ちょっと引き継ぎでバタバタしておったという形で、はい、なおかつ連絡が来なかったというのもプラスされて、なんと、全く放送があると伝わってなかったともう顔を見合わせた瞬間にってお互いになっていや向こうもね、あの空豆さんもそれでね、お二方も完全に僕の顔見て、え、なんで来たのみたいな、そうそうそう閉店間際に来られて、そう、あれおかしいなって思ったでしょ思いましたよね、私の姿見て、はい、なんで今日ニコ生ないんちゃうのみたいな感じで、もうその瞬間に僕すごいね 120% あ、今日豆なやらなあかんねえな悟りましたもん、今日は空豆をやらなあかんのやと、いうふうに悟ったんですね、これね、はい、事実確認ちょっと時間かかりましたね。そうですね、だいぶと時間かかりまして、はい、あの後でタイムシフト見直したら、あの改めて、あ、今日電話していますのが分かりまして私も昨日ちょっと放送見てなかったもんですからね、はい、というわけで闇店長どこ行ったんですかということで、もう移動先は発表して OK ですよね。あ、もう大丈夫ですよ、はい、彦根店と、はい、そうです、いう形で原田店長行かれたという形でございますんでね、はい、ね、空豆スイッチが入ったんですねって言われてますけどね、はい、もう入りましたねまあ入りきれなかったですけどね、もう髪型とかももうすごいっすわ。もう今あの言わせていただきましょう、今普通通りの空豆さんです。あ、お前ですかあのグラさん以外は普通のまんまですね。あ、ごめん、はい、ヒコニャーってことでね、はい、はい、和骨空豆お前誰やって言われてますけども、分かってますよねこの方ね、もう分かってます、空豆って言われてます、はい、というか左の人誰って言われてますんで、前回登場されてますよね、はい、じゃあ改めて自己紹介お願いしますよ。改めて、自己紹介の方をさせていただきます。はい、波平と申します。波平さんですね、よろしくお願いしますすいません、前回出た時あだ名がつきましてね、波平って、僕も覚えてなかったんですけど
すいません、私も今の今まで覚えてなかったんでようやく今名札を作りますね。はい、ナミヘイさんでございまして、前回はね新設で入られてもすぐでしたっけ。新設じゃないです、次か、アルバイト、アルバイトからそうですね、上がったという形でございまして、前回出ていたなんと北斗無双を打った時にはですね、いろんな引きをされて十数連したんでしたっけ、あの時。そうですね、16、7連ぐらいさせてもらって約2万発ぐらい、まあ、そうですよね、一撃2万発ぐらい出て、ね、あれ確か一緒にスラマエタロさん打ってない、打ってない打ってない打ってない、感染してたんで、遊戯感染させてもらってたんで。ああ、なるほど、はいはいはい、特に別弾打ってないと。あ、そうですね、はい。今その動画流しましょうか、これ。どうでしょうやめときましょうか。やめときましょうか。あんまり言うと火傷するかもしれませんけどもね。はい。はい。はい、ということは、急遽ニコ生シフトですかって言われてますけど。そうです。いや、違います。残業です。残業です。という形になると大変申し訳ございません。この辺に関してはね、いやいや、もうやっていきましょうね。もう、はい、この辺はもうちゃんと次の今日電話大丈夫ですか、次の店舗さん。え、何の話ですかこれできますかちょっと待ってください、ノープランすぎるでしょ、男は。それも含めてノープラン、はい、ノープランでやってございますんで、最後までどうなるかお楽しみというか、はい、最後までこの2人で持つのかどうかというところでございますけどもね。はい、そら豆キス顔してて、そら豆そろそろかき氷もやれるねって言われてますよね。あ、もうさっきその話出てましたね。はい、もうその時もドタバタ感やんぱかったですから ね、 そうですね、あの時は向こうでしたっけ、鶴見たりやったんですかね。行って1分で、はい、いきなり衣装渡されて、はい、そうです、ブルーハワイマンやれと、白塗りやらされていきなりやらされて、はい、相当な無茶ぶりでしたけどね。はい、帰りにあの時にね、はい、洗顔がないってなって、はい、僕帰り結構白いまんまでこうやって自転車これで帰ってたんですよ。あの時ね、僕も言われましたもんね、JP さん、クレンジングかなんか持ってないってなったの覚えてますわ、あの時。用意してないのって思いますけどね、なんで波平なんかなって。これ前回の放送見ていただければ ね、 ああ、およそのあれは分かるかなと思いますけどね、はい、YouTube にも残っておりますんでね、はい、そら豆アイスバケツしませんかってね、そら豆ファン缶の余った商品ちょうだいって言われてますけど、今日までファン缶でしたっけ。はい、はい、ファン缶だったんですよ。ですね、うちめちゃくちゃ出てしまってね、もう、はい、きれいきれいぐらいしか残ってないじゃないですかね。あまりも、それでよろしいですかね、どうですかねっていう形でね、これ何の告知かね、そら豆会いたかったっていうね、今回、ね、ありがとうございます。はい、昨日パンダ店長が久保店長忙しいからいっかって電話してなかったよって、まさにその通りでね、現在なぜこの2人だけしか出てないかということはそういうことでございます。急遽、はい、このニコ生が始まってバタバタしとったという形でございますけどね。はい、そら豆さん、突然で申し訳ないんですが、初体験話をお願いしますっていうコメント。そうですね、あれは高校の夏ぐらい喋っていいんやったら後で持ってきましょうか。やめましょう、もう僕それで痛い目3回ぐらいあってるから。3回ぐらい見てるのね。らしいですよ。はい、といった形でございます。はい、本日、まあ、とりあえずこのお二方で、まあ、ひょっとしたら途中で先生来られるかなと。あ、そうですね、ひょっとしたらですけどね、はい、はい、かもしれませんという形でございますんでね、はい、キス顔早いんですよ。久保店長って誰、頭打つ人とかそういうこと言わない、ね、直球かお前ら。はい、そんな形でございまして、じゃあ改めて告知いきましょうか。はい、はい、何かございますか。じゃあうちの波平から。お、こちらデチャウの方ですね。お、デチャウさん来ましたね。今度は5月の方から、お、見えますかね、スロット王座決定戦という記載の方で取材の方をしておりまして、来ましたね、最高に楽しめるスロットを探し出せという形でございまして。そうですね、書いておりますね。一応載せてるのが5月の26日となっておりまして、はいはい、どこかな、見えるかな、こちらの方ですね。お、さあ、こちらのどの辺かな、あ、来ましたね、出てます、紀行の東大阪店という形でございまして、はい、こちらの方は、はい、まあ力入っておりますので、なるほど、ぜひともご来店くださいませ。ね、そうですね、楽しんで帰っていただければと思いますんでね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。そうですね、うまいこと中華屋が販売してるんでね。ちゃんと写真来られてるって証拠じゃないですかね。はい、隣の中華店でございますけどもね。はい、で、はい、続きましてなんですけど、はい、まあ、おなじみなんですけども、次5月つ、5日の方ですね、555という形で、あの5月5日も過ぎてますけど、あ、ごめんなさい、うち23日過去に戻れるんでしょうか。だいぶとタイムスリップできるかどうか知りませんけどもね。ちょっと未来に戻り、あ、過去に戻ってしまったんですけども、はい、はい、そうですね、すいません。
もうグダグダや。照れてるやんか、もう急に振るから空豆さんがまた。ナミヘさんね、はい、行きましょう。はい、ズラッと。はい、ズラッと行きます。はい、5月の27日ですね。はいはいはい。こちらの方はあのジャグラー推しとなっておりますので。はい、はい、なるほど。でまた、ね、こちらなんですけども。はい。5月5日の方にリフレッシュオープンさせてもらって、うん、でジャグラーコーナーにサウンド J 設置という形でキュン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 言ってますんで、うん、そうですね、あとね、はい、ちょっと皆さん分かる、これ右から見ていただくと分かると思うんですけどね、実際鳴らしてみましょうか、私が鳴らせるの、空豆さん大丈夫？すいません、もう引きが悪いんでね、僕やらへんのか、結局はい、このね、装飾であったりとかその辺も含めてね、いろいろと、はい、リフレッシュオープンしたという形になっております。はい、ね、はい、ジャグラーコーナーサウンド J 設置と、あとはジャグナミ2創設と、はい、そうですね、はい、マイジャグラ、あのマイジャグ2の方にジャグナミの方を設置させてもらって、はい、より力が入っているという形でお迎えになっておりますので、やっぱり皆さんにね、快適に遊戯していただけるようにという形で、はい、この辺の準備をさせていただいたと。ちょっと告知弱かったんでね、もう一度言いますが5月27日ですよ、はいはい、5月27日がこの、はい、ジャグラ、はい、まあそうですね、はい、題名何でしたっけ、ペカラッシュかな、ペカラッシュ、まあ取材来店来られるというところですかね、そうですね、この辺に関してはね、はい、5月27日にぜひうちの方来ていただきたいんですね。そうですね。で今月5月5日、5月5日の日にジャグラーコーナーでサウンド J 設置、はい、まあ、僕ら個人的にマイジャグにつけようかなと思ったらちょっと店長に怒られたんですけどね、はい、なんでですの、うん、マイジャグラーの意味がないと言われてしまって、あのね、さすがにこう密かにペカッと光るのを楽しみたい人もおるんやと、私のジャグラーがもうキュイーンってなってしまうっていうので、ね、怒られてしまったんで、はい、で、まあ、怒られたんやそれ5月10日、まあ、はい、5日後にね、はい、またね、リフレッシュオープン、懲りないリフレッシュオープンをね、懲りないやってしまいます、はい、ジャグラビ2をね、増設しました、はい、はい、まあ僕、ジャグラーあまり打たないんで、ジャグラビ2ってなんやねんと思いましたけどね、はい、まあ、データランプみたいなものですね、そうですね、はい、そうですね、まずデータ見てもらったら分かると思うんですけど、はい、上の方に、上の方にね、はい、こう設置がされてる、ね、はい、このいわゆるデータランプ、もうパッと見ただけでその台のデータが分かるという形になっておると、ビッグとレギュラーと、あと回転数の方が、回転数ですね、はい、はいはい、ということでね、はい、今の私なんですかはい、本当にね、5月26、27日連日やっておりますんで、はい、この日はもうぜひぜひ来てください、よろしく、で、私を呼んでください、はい、私は休みです、休みかい、はい、休みなんかい、はい、もう休みなん分かってて、それ分かってやったでしょでも、もうね、ぐらってきてるもうパッと行こう、危ないんで、ね、パッと行こう、パッと行こう、はい、はい、といった形でございまして、本日も題名の通りで、ね、ノープランでございます、はい、はい、ということで、こんだけね、ジャグラーを押したんでね、はい、はい、もうジャグラーで行きますか、はい、えいいんですか、ジャグラーでいいんやったら、もう多分ここにいる視聴者ゾッと課題変える可能性ありますよ、あー、まあとりあえず席ついてから話し合いましょうじゃあ行きましょうか、はい、じゃあ準備しておりますので、本日何の台を打ちましょう、え、これ答えた方がいいんですか、いいよいいよ、言っちゃって言っちゃってもはい、はい、おなじみのね、肛門ちゃまです、はい、肛門ちゃまが、打たれるの誰ですか、はい、豆です、はい、空浜太郎さんで、はい、はい、じゃあ波平さん何打ちますか、じゃあ波平はバジリスクの絆の方、はい、絆の方いきますか、はい、はい、といった形でございますね、ジャグラーやめろっていうコメントいきなり来てます早速飛んできておりますけれども、あとで絶対打つか、まあ今日はノープランですんで、皆さんにバーッと打ってもらいますが、まあ視聴者のね、まあ意見も聞きながらと、そうですね、いう形でいこうかなと思ってますんで、近くにいろいろと台ね、他にもございますんで、移動できるところがあれば移動しようかなというふうにも思ってます、はい、はい、じゃああれですね、波平さんの方ちょっと音を一番下まで下げてもらっていいですかね、あ、もう下がってると思います、大丈夫ですかね、はい、OK、はい、一番下までよろしくお願いします、はい、じゃあ早速でございますけれども、はい、台の師団の方開始していただいてよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、肛門ちゃま2台の方がいいって言われてますけどね、はい、いいねいいねって言われて、こう見えてね、肛門ちゃま初めて打つんでえ、ちょっと待って、初初めてですよ、なぜ選んだ
何狙っていいか全然わかんないですからね。とりあえずバー狙ってください。バー狙ってください、バー狙ってくださいね。はい、といった形でね、今日もたくさんコメントいただいておりますんでね、読んでいきたいと思います。お願いします。はい、GP さん、ジャグラーで吸引言わせてっていうコメント来てますけどもね。言わせていいんやったら僕またここ離れなあかんからね、これね。はい、皆さんお待たせ、今日も山田県から見てますってことで、ね、ありがとうございますね。空前鶴見をバロン木村が店長になったぞっていうねコメントも来てますけれども、あれね、えらい修正 してしまいましたね。あれって言っちゃうか。今あれって言いましたね、思わず。いやいやいや、今のは聞かなかったことにしました。今のカットできますよね。あの生放送でカットできませんのでね。はい、いやもう大変やね、ほんま。これ一回口にしてしまうとね、あの塩枠店長の時、ドラえもん店長ですね、はい、あのえらい目やってますから。あ、一度そのあれですか、口に残したことが舌下事件でみたいな形になったんですか。はい、もうどえらい目合いましたよ、もう。どえらい目あったんや。あ、今来ました、皆さんこんばんはっていうねコメント来ますけど、ありがとうございます。はいね、ね、おバンドエイジ久々やな、ゆで卵言うとこかって言われてますけどもね、懐かしいネタ来ましたねこれね。JP 先生、皆さんこんばんは、太郎さん久々っていうコメント来てますけどね。はい、ありがとうございます。こんばんは、ラッスンゴレライってね、こんばんは、昨日の放送は寝落ちしましたって方もいらっしゃいますけどね。はい、電話しなかったね。私も昨日の放送は寝落ちしましたということで、2時半ぐらいまでやってたかな、確かね、だいぶ遅までやってたみたいです。今日電話はせずという形ですからね。あ、バジは見たいからやめんといてねっていうコメントも来てますけどね。わかりました。じゃあもうぜひいいとこ見せてくださいね。波平さんね、はい、パンダちゃんの、ちょっと待ってね、パンダちゃんのおかげで、今日さくらまなの来店で三色紙が当たりましたってコメント来てますね。やってはったかな向こうで。はい、まだ当たってないの、そうだ、早いな、打ち始めまもなくやからね。はい、空豆は泣きながらリング一人で打ちに行こうかって言われてますけど、いやもういいですわ。懐かしいですねこれね。ユーパチュー一人で打ちに行ったんですけど、はい、もう10回転ぐらいでやめましたもん、やっぱり。なんでユーパチのやつ、ユーパチのやつですね。もうすぐやめたんかいなそれ、10回転って。はい、うん、1回目の出演の時にガチ説教されたの覚えてるよっていうコメント来てますけど。あ、それもう本当に出たての頃ですか。そうですね、もうカンペで、はい、マジで喋れっていうカンペ出てきましたからね。え、それはあれですか、うちの MC からじゃなくて店長からの、ドラえもん店長からの、はい、あのカンペが出たと。はい、マジな顔だったんで。もうあれですね、ドラちゃん笑ってなかった感じだったんですね。そうそうそう、これね、はい、あの白塗りににらまれたらほんまに怖いですよ。あの白塗りね、確かね、某大東店のね、あのジャグラーコーナーの壁に貼ってるあのなんか実写のあのピエロさんの顔にめっちゃ似てるっていう噂やったんですけどね。はい、うん、隣の大家康7連セーターってね、市場のあての発信アップしないんですが、もうね、今日の晩アップしましたんでね、また確認していただければと思います。はい、こんばんは、今日はリンゴ姉さんが個人放送で怪しげなりをしてた。あ、そうなんだ。はい、てか今日なんか大変なことになってますよこれ。お、さあ、なんかあれですね、降格というかあれですね、ルーレットの値があれですね、溜まるやつですねこれ、一気にね。さあどうかな、かける48。別にそこまで大変じゃなかったです。なんて言いました。あ、なんもない。隣から冷静なツッコミ入ってますけども、一応あれですよね、あの左とあの右の緑のね、緑と赤の数字ありますけど、それ溜まりやすいという形になるんですけどね。はいはいはい、はい、なるほど。ちなみにこれ溜まった当たりですか。当たりじゃないですね、一応抽選には持っていかれます。はい、赤の方が基本溜まったら熱いかな。はい、あれは似てるんじゃなくて本間ものドラ店長らしいね。うん、赤ちゃんマンもたまには出てっていうコメント来てますけどね。赤ちゃんマンさん今日いらっしゃるんじゃないですか、まだ。あ、今日ね、確かいてはりましたもんね。はい、まあ今自粛中なんでね。自粛中。なんだっすよ、その自粛中っていうのは。なんかあったんですか、それ。あ、間違った、押せって言ったから、プッシュボタンとマックスベッド間違ったじゃないですか。思いっきりマックスベッド押しましたか、これ。
これいいんちゃうんすか。発展はでも星2つなんでちょっと弱げですね。スロット始めようと思いますけど、目押しがいらない機種教えてくださいっていうコメント来てますけど、目押しいらんってなると何ですかね、今で言うたら。もう一応ユニバーサルの台って基本的にお尻に従ってればなんとかなるので、そうですね、このバジ絆も言うて揃えるっていう風になる瞬間がないのか基本的には。一応狙える図柄の方はありますよね、あるんですが別にそこまで狙う必要もないので、揃わなくても全然抽選はしておりますんでね、これに関してはね、はい、ルパンとかガルパンとかそうじゃないかっていうコメントも来てますけど、確かにそれもそうですよね。あ、そうですね、はい、最近 の、 あのいわゆるアタックビジョン筐体ですか、はい、はい、あれもそうですね、はい、おい当たった、おろこれね、もうバジリスクの方が当たりやすいのにと言ってる間に巻き物引きましたけど、さあどうかな、ご一個チャレンジの方ですね。え、これ当たりじゃないんですか。こっからですよ。さあどれにします、はい、どれにします、まあどれかな、チャンスか最終回一発かですね。一発でいきましょう。さあ一発告知きましたね。お、赤い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 、さあどうかなとか言ってる間に当たってません。マジ絆も当たりましたね。じゃあ僕は先入れますね。おー当たったさあ陰謀チャンス来ましたね、はい、天然天然天然がいいっていうコメント来ますけどね。天然、はい、天然教がいらっしゃる、天然教いらっしゃいますね、これね天然天然巻物3回って言われてますよね。あ、これ裏を選びますか、空豆さん。これ何ですか。ソラマイさん確かね、これ裏ボタンあるんで、裏っていうか、はい、それで裏ですね、マックスベッド長押しで裏選べるんで、あれちょっと待ってね、音聞こえてない、ちょっと遠いんだ、うん、ちょっと見ますわ、すいません、ちょっと音調整しますね。サメさん、どうですか、サメさん、あ、きます、あ、いけます、大丈夫ですかね、はい、ね、一発でしょうね、裏一発って言われてますけど、きっちりいきますね、裏の3割当てたら、あー、残念これが当たればね、家康降臨やったんですけどね、やっぱ家康見たいですからね、まあね、やっぱり3割引きたいところですけどね。あ、波平さん残念、はい、抜けちゃいましたね、まあ、ね、裏一発、裏一発ね、2体ともってやらせかなとか言われてますけどもね、まああれですね、ちょっと家康氷は見たいところですね。そうですね、もう一発でちょっとやってみます、はい、ちょっと裏一発でちょっとフリーズでいいとこ見せましょうよ、はいはい、まあ、そこまでいけるかわからないんですけどね大丈夫大丈夫、今いけたんやったらあともいけるいける、なかなかね、もう一個チャレンジも行かないとき多いですからね、はい、勝つ人が2人とも罰ゲームですよね、はい、お、さあちょっと煽ってきてるのが、お、赤字来ましたね、赤字の方がこの人あんまり当てにならないですか、当てにならないですね正直あーでも白ナビでここで煽り終わっちゃうかな、リプレイからの、あ、ここまでいったらないですね、
さあラストゲームということで、ポポンちゃまは20ゲームで終了という形でございます。西満塁、あーいかない、残念、通常。まあでも右がね、なんかあと3つでたまるんでね、はい、あ、もうすぐにチャンスが来る形ですかね、はい、当てにならない真実ね、野球は無理やろって言われてますけどね。ほらほらほら、来た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 、あ、続く、抽選、ミトルーレット来ましたね、どうかな、310でミトルーレットね、ミトですよ、だから310なんですよ、これこれはいいんすか、さあどうかな、ちょ、あ、とりあえずはチャンスですね、まだ煽りは来るかな、ここから まだわからないってやつだね、はい、なんやねまだ一応煽られてるかな、どうかな、はい、931みたいな、はい、今頃かって言われてますけどね、はい、ミトルーレット今気づいたみたいな、なんか忍者走ってたんすよ、王林ちゃんっすよ、王林ちゃん、はい、オーリンちゃん、もういいです、さってなんていうんですかね、わかります、 JP さん、さっと何、うん、流されるんですけども、トークを、はい、今のはあれですかね、空豆さんの時は振ってた話を聞いたんですけど、はい、聞き取れなかったんですよねで、はい、もう一回聞いたら、はいはいはい、もういいですって言われたんです普段からそういう会話なんですか、いや、そんなことないと思う、そんなことはない、あ、でも反省会行きましたね、反省会はいいんですか、さらにもっぺんチャンスが来るはずですね、終わってからまた演出発展しますね、そういえば893は元気だなって思いますけどね、お、さあここからまだまだありますよ、おお、まだまだまだありますよ、はい、おお、こっから、お、いいんじゃないですか、おお、いいとこ発展しますよ、うん、これもう赤まで来てますね、さあどうだ、これスイカでしょ、あ、いいですね、はい、信頼犬がいないと来客の方に影響ありますかっていうコメントしてますけど、どうですか、この、まあ、もうすぐ終わりという形になりますけどね、お、お、何やこれ、そして、お、空豆さんがいいとこ行ったら、なぜか隣で協調を引くのが、あ、強調だと負けも引きましたね、さあどうだ、両方ともまた当たるか、これ今日当たりましたね、先に当たったのは波平さんの方当たりましたね、あ、すいません、何がいいですか、あ、やばい、これでいきましょう、先天然っていう方多かったですけどね、ブザマですよね、あらこれ外れんの、いや外れましたね、やっぱり肛門出てこないときついんかな、あの辺はどこなんかな、なければおぼろで行きたいですけど、ああ、もうずっとあれですか、個人的に打つときやったらおぼろで行きたいところですかね、ああ、これ設定わかんないんで、はいはいはい、もういいかな、おぼろでちょっと行こうかな、なるほど行きましょう、はい、さすがっす、普段からあれですか、波平さんはバジリスクはよく打たれるんですか、ああ、でも前はよく打てたんですけど、はい、最近はゲッターマウスが多いですね、お、ゲッターはゲッターマウス、なかなか渋いとこ来ますね、はいはい、あれ
はすごい甘いですね。ああとは言われてますよね、はい、あとはまあ技術介入要素がそこそこあるという話ですからね、あれに関してはね。でもそこまであの B マックスとかよりかは、はい、花火と一緒ぐらいなんで、はい、どなたでもいけると思います。そうですよね、はい、はい、B マックスはやたら難しかったイメージあるんですけどね、僕の中ではね。そうですね、僕も最初あの下段を伸びたがちょっと苦手で、はい、何回か入れられなかったことがあります。あのあるあるパターンですよね。ちなみに豆はまだ副主任かっていうコメント来てますけど。やめてくださいよそれ。最近本当に悩んでるんですから。あ、今のちょっと悩みですか。僕もう3年目ですよ。ああそうか、え、そらまめさん、そうか、3年目になるのか。そうですよ、僕何ヶ月で副主任になったか。はい、2ヶ月でなったんですよ。まだ、あ、入られてもう2ヶ月で副主任に上がって、上がって3年目。なるほど、もうあれですね、今それがちょっとした悩みになってるかなというところですね。あ、もうなってます。ドラえもん店長に申し訳ないですからね。ああ、もうぼちぼち上がらないとと、 その辺の責任感もあるんですよね。そら思います。それはさすがにありますよね。はい、え、あんだけ巻物引いてこないんですか。満月ですね。満月ですね、はい、伸び悩んでいるんですね、はい、3年で文句言うな、こまこまなんて6年やぞっていうコメントも来てますけどね。あのあれですね、寝屋川南店の現主任いなかったあの小政主任ですね、はい、おばんです、そらまめ久々に出てるんやから何かゲーム見せなあかんでっていうコメント来ますけど、もうなんかね、出たら何でかゲー求められるんですよね。これはもう以前出演されてるからずっとですけどね、はい、シャンニーは8人やでって言われてますけどね。豆勘違いしてるかわからんけど、2ヶ月になったらただの副主任が予測してただけやぞっていう辛辣なコメントを来てますけどね。やめろやめろ。本気で気づくからやめてね。ねえ、こまこましは主任なのね、あっくんはどれぐらいで主任になったんやろってね、コメントを来てますけどね、はい。スロットかということで、本日ね、パチスロで、やらせていただいておりますが、まあ、皆さんね、他何か打ちたいのあればというか、あの打ちたいのというか、皆さん、あの打ってるお二方の判断でもいいですし、まあ、リスナーの、ね、方々の判断で、台を移動することも可能ではございますんでね、はい、もう今、ちらっと赤ちゃんマンさん見に来ましたね。今、目が合ったんですけど。今、ちょろっと見に来ました。今ね、ちょっと作業中でございますんでね、はい。でもなんやかんやでちょっと映りたいんでしょうね。あ、自粛とは言いながら、そうですね、ちょろっとは映りたいかなっていうところもあるので、そうそう、なぜ自粛に至ったのかちょっと聞きたいところですけどね、これね。まあ、あのちょっとキャラが定まらないっていうことで、リスナーさんからね、もうちょっとクレームが来るという。定まらない。え、リスナーさんの方から。だから、ね、キャラが赤ちゃんマンとか、はい、よくわからないなんとかマンとかなってきて、はいはいはい、結局何マンなんみたいな。あ、そういうツッコミが入っちゃったんや。そうですね。ちなみにエウレカありますかっていうコメント来ますよね。あります。 ありますよ、はあ、エウレカ2ですよね、はい。あとね、ガルパンとかね、コメント来ますからね。ガルパン、ガルパンだと欲しいな。一応今日はあの、移動はある程度できるように私もちょっと準備をさせていただいてますんで、まああのね、先ほど波平さん言っておりましたけど、万が一ゲッターが打ちたいっていう話でゲッター打てっていう話になれば、ゲッターに移動していただいて、私はそこまで移動するのも可能でございますけどね。あ、はいはい、あ、僕はこいつにあのもう絆みたい方いらっしゃるんで。あ、そうですね、はい、絆は移動せんといてねっていうコメント言ってましたからね。そうですね、肛門茶碗もそうですね。肛門茶碗2台でもよかったっていうね、コメントも来てましたけどもね。はい、うん、ガルパン、ナナミって言ってますけど、ナナミあれか、行こうと思ったらもう端っこから端っこになってしまうな、これね。バイオっていう声も見てきますけどね。すいません、え、店員さん、エラー、もう打ち方悪いんちゃいますの。
オーバーフローかな、違うかな、大丈夫かな、はい、はい、大丈夫です、うん、起きとろか南国、絵的に大丈夫か、うん、エヴァ、バイオエヴァ起きとろかなんだ、ニューパルデラックス、おー来たぞ、ノーマルタイプノーマルタイプと言いながら D1 名じゃなくて告知マシンというね、ニューパルスのデラックスですよね。結構 A タイプ好きな方いらっしゃるんですか、ね、いらっしゃるみたいですね、これね、はい、明日一番上の台に移動してとかできません、はい、ね、5000人ね、毎日リセットしてるんですかってね、コメントしてますけども、ちなみにあれですよね、マジの初打ちなんですか、空豆さんは肛門茶碗ですか、はい、マジのやつっすあの口数少ないでしょ、そうですね、間違いなく少ないですね、はい、もう真剣に打ってるんです超真面目、はい、うん、一つ一つの演出をこう見逃したらもう持たないでしょ、そうですね、はい、そこまで注目してやってると、はい、いうことですね、でも 何が何だか分からないんですけどねウルトラマンドットパルサーで連射、おじさん因縁の線これはっていうね、これできますよね、はい、線これ本当に相性悪いんですよね、あれあの鶴見店で、そうですね、木村店長と一緒に頑張ったんですけどね、えらいことになりましたね、あの時もね、本当に全然当たらないっていう、多分波平さんご存じないと思うんですけど、はい、私とね、この今来てる空豆太郎さん&現、鶴見店店長の当時主任ですわ、木村翔太郎さんが、あの方がなんかどうしてもなんか水曜日のね、はいはい、オリジナルの CM を作ってくれと、はいはいはい、それでもう勝負したら、はい、勝負しようと、で我々が勝ったら作ってくれっていう話で意見来たんですよ、でなぜか私マジカルタルート君を出されまして、はい、でまあ向こうが線これですよね、言ったらそうですね、普通線これの一番上の設定でタルート君に勝てると普通思うじゃないですか、見事に2回連続で負けましたからね、タルルートですかそう、まさかの展開で僕もちょっと驚いたんですが、あ、覚えてますか、空豆太郎さん、覚えてますよ、本気で CM 出よう思ってましたもんあ、結構ガチで出ようと思ってたんや、あれそうですあのオリジナルの CM ってなったらそれは出るでしょう、はい、それはテンション上がりますよね、しかも店舗さんのオリジナル CM ね、はい、オリジナル CM となったらそれはテンション上がりますね、あ、いや残念ながらね、その約束を果たされないままという形で現在に至るという形でございますちゃんと2回ともあれですもんね、負けたら罰ゲームコレクションやるって言って、木村店長ね、当時主任が罰ゲームコレクション2回やっていただきましたからね、バッチリやってました ね、もう二度とやらんって言いながら2回負けましたからね、あの人ね、はい、遊びに穴山アニメとかね、はい、じゃあ玄之助でいきますね、お、玄之助いきました、はい、さあこれで一通りを見せたかなっていう形ですかね、また天然っていうコメントを聞きましたけどもうちょっと遅かったな、もう決まってしまったんでな、さあ1000人からということはこれはもう定格で当選で移植ですかね、そうですね、もうちょっと厳しいかな、途中でやっぱりねないですね、巻物はなんならちょっと引かないと、巻物引いてもきついかな、やっぱり同色じゃないとね、はい、もちさん木村店長になったんですかってことで、そうですよ、はい、誰やそのまま引いてね、和祭り場、祭り場も確かありますよね、ありますありますね、東尾少年さんのねバラエティーとかありますね、うん、だって近々鶴見配信はありますか、うん、来月どうなってるやろうね、そういえば鶴見の方では全然撮ってないですね最近、あれですか放送ですか、はい、以前ありましたよ、 あったんですか、はい、お、さあどうかな、残り13、まあさすがにいかないか、ここは厳しいですね、ね、餃子の王将ね、そら豆太郎も JP に挑戦しようやっていうコメント来ますけど、あ、ぼちぼち行こうとは思ってるんですけどね見てくださいこれ、揚げ揚げでこれですからね僕まあそら豆さんのね引きを持ってしたらこういう形になっちゃうんですよね、ほら大のポテンシャルもっと見せて、ほらね、餃子の王将王将やったらさらに奥行かなあかんの、これはあ、のんびり昼寝でね、東大阪はね、普段ね見られてない方でいらっしゃいますかもしれませんけどね、以前はね、鶴見&東大阪という形でね定期放送1週間に1遍やってましたけどね、そうなんですね、はい、
いつの間にか なくなってるっていうねで最後のその出演が僕じゃないっていうね。そうそうやったんですよね。あの時誰でしたっけ。まあ、マーシーマーシーさんか。あの時は最初の方から出続けて、はい、途中のね鶴見の木村さんの方の無茶ぶりにも耐えてきた空豆太郎は、そうです、最後の出演かなわずという形だったんですよね。最後の最後で僕出れないっていうね悲しかったんやなこれ、はい、空豆鶴見に勝ち込みってもええんやでっていうコメントきますけど、あ、ていうかこれ波平さんだったでしょ。これリプレイですかね。巻物の前にもうすでに当たってましたね。ああ、リプレイでさっき当たったのか。はい、そら豆がダディに勝つそうな台ありますかって言われてますからね。あ、やっぱガロですよね。お、ガロ、僕でガロで勝てますかっていうか、放送的にマックス、じゃあテンテンいきましょうか。はい、はい、この2人よく知らないので自己紹介してくださいっていうコメントも来てますよ。新たに来はった人ですからねこれね、はい、かもしれませんので、じゃあ左後ろカメラございますんで、そら豆さんの方から自己紹介していただいてよろしいですか。はい、僕のこと知らないんですかということですね。 1リットルはえ、ニコ生は初めて見ましたか結構初期の方から出られてるんですけどね、はい、知らんわっていうねコメント来てますけどね。そら豆が北斗無双で JP が北斗ジボで勝負しようぜって言われてますけどね、はい、ボコボコっすよねえ、おじさんは挑戦をタルルートで打ってるんだよ。森口がまた週1放送になることはないんですかってことで、今のところこの体制は続いていくとは思いますけどもね、はい、知らんなってラッスンゴレライとか言われては違うからねそれはね、はい、ただね、もうねマジカルタルルート君をねスロット置いてるところはもう少ないんですよね、ぶっちゃけ言うとね。そうですね、うちも置いてなかったからもうねさすがにバラエティね結構豊富な東大阪店さんとはいえね、うん、ゴスロに1回置いたぐらいちゃいますかね。以前ちょっとありましたよね、はい、はい、マジカルタルト、はい、2ヶ月の命でしたよ、うん、ね、サングラス外してちょっと森口みたい、ダダちゃま太郎だっけって言われますけど ね、はい、ね、24時間のね店開いたら居座るんだけどなって言われてますけどもねまああれですかね、地域によってね長時間できるようなお店もあったりはしますけどね、まあ期限定ですけどね、年越しの三重オールナイトとかねいろいろとございますけどもね、はい、うん、おじさんオークスどうだったんですかって、そういうこともう心の傷になるから聞かないで、はい、どうしたんですかそれは今日のあれ G1 ですよね、東京競馬場であったね、はい、波平の紹介は三重高にあるんじゃなかったっけってことで、24時間というかあれは時期一時期だけですね、他の時はちゃんとあれですね、時間区切って営業されてるかと思いますけどね、はい、そら豆以前暖かくなったらアイスバケチャレンジしたいって言ってたけどやるんですかってコメント来ますけど、あれもうでも古くないですかね、新しいのないんですか。何ですかアイスバケツですか。あ、アイスバケツみたいななんかはやってるものですね。ああ、あれは確か当時流行ってましたもんね、確かにね。そうですよ、もう今流行ってないの僕やったら、ツイッターとかなんかで連鎖反応的にねなんか流行ってったっていう経緯はありましたけどね。最近なんかあるんですかね流行り的なもんで言うと、あのさっきの話ありましたけど、あのいわゆる初体験トークならニコ生内では流行ってましたけど、先々週あたりから、いや危ない危ない危ないよ危ないよ危ないですか、うん、でもね、やっぱりね僕ももう長年出てるんでね、はいはいはい、大概の人はもういろいろ知ってると思うんですよね、はいはいはい、僕の家庭構造もなんかしれっと出てきてますしねしれっと、はい、どこから湧いてくんだよ、ね、そら豆どんな初体験やったやろってね、波平なんか喋れ言われてますけどね、そら豆さんの初体験いつ出てくるんかなって期待して待ってるんやあ、隣できっちり待ってるあたりさすがですね、はい、この辺はねまだかなと思う。あ、ちょっと待ってください、これうまいこと逃げようと必死ですよちなみにね、この初体験トークの始まりは伏せてんやったんですよ。伏せてんのね、皆さん初体験がちょっと特殊すぎて、はいはい、ちょっとえげつない話ばっかりやったんですよね。
継続は力なり。いやもう伏せてんね、やばいっすからね、いろいろとメンツが。いやすごい濃かったですよ、ベロンベロンに寄った先輩にとかそういう話でしたよあとはね、どこやったっけ、河川敷はどっかっていう話もしてましたけどね、はい、3日か4日前初体験話すごかったよねって言われてますけどね、はい、沖縄は朝8時から0時までやってなかったっけってことで地域差あるみたいですけどね。あ、そうなんですか。東北とかはもう朝の早うから8時か9時ぐらいから始めてますね。へー、はい、静岡は9時開店です。私はそれは、はい、地元民なんで知ってますけどね。弟に覗かれた、あ、ありましたね、ホセテンの話ね、稲川の河川敷とかねもうみんなよく覚えてるな、この辺の話ね。はい、ねえ、空豆にもしかして DP かとか言われてますけどね。さあ、いきなり入ってますけど、てか太郎さん、どうですか。ちょっとね、むせてしまいました。太郎さん、見せ場は、まあ、ぼちぼち来る？もう来ますよ。陰籠箱はね、もう、あ、ぼちぼちまた溜まりそうですか。あと3段ですよ。なんとか当ててほしいですけどね、この辺ね。まあまあ、もうそろそろね、みんなちょっと退屈になってきてるかなと思って、はい、はい、ここいらでちょっと見せます。見せる、はい、大丈夫、頼みますよ。もうこれ外れたら移動します。あ、跳ねたら移動する。あ、この、溜まればね、はい、メーターがね、はい、ですね。大きな声じゃ入れないけど、小さな声じゃ聞こえない。だから、あえて大きな声で初体験話しようって言われてますよね。あえて大きな声でって言ってもね。そうですよ、本当。あれですが、結構ご自身の中で トラウマになってる部分はあるんですか。トラウマ、なんちゅうんですかね、初体験ではないんですけど、はあはあ、2回目やったときに自分の部屋でして、やってる最中におかんが扉開けてしまうという。そらトラウマなるわ。で、まあ彼女の方はカーテン隠れたんですけど、私乗られてたので。乗られてた。パンツ上げるので精一杯でした。お母ちゃん、すごいタイミングやな。いや、帰ってるとは思わなかったんで。ああ、出かけてると思ってた。出かけてると思う。完全に。はい。いやー、きついの食らいましたね。あ、ペラった。ペラったぞ。罰ゲームじゃなかったでしたっけ。罰ゲームですか。予想できたってね、フリーネタってね、やった次の日に別れたらいいねって言われてますよね。その前、鶴見店に剣道対決申し込んで佐藤の五段に挑戦してボコボコされようって言われてますけど。いやー、僕まだ戦ったことないんですよね。いや、あの方ガチのあれですからね、剣道五段ですからね。いや、でもこう見えて、はい、結構モンハンの体験使いなんで、もしかしたらいけるかもしれませんよ。ゲームかよ、しかも体験使いなんや。あ、人間ね。ちなみに部屋は分かれてたんですが、ノックなしの家庭かなって言われてますけど。ね、僕の鍵ないんですよ。あ、ふすまか何か。ふすまみたいな、あのガラ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 のやつ。ああ。もう足音とかでは感じなかったんですか、雰囲気を。いや、もう当時は、はい、やばい、階段で、はい、足音あったと思うんですよ。はいはいはい。無我夢中やったんですよね。おう。2回目だったんで、なんせ。もう周りが見えてなかったと。周りが見えてない。今度は大丈夫やと、はい、思い込んだんですね、これはね。そうですね。ちなみに波平さんはっていうコメント。はい、ね、波平さんはどんな感じだったって。ね、初めての体験の話っていう。自己紹介ですか。うん、自己紹介も含めてですけど、はい、自己紹介で初体験の話で相当ヘビーやと思うんですけどね。どちらでも構いません。ご自身の自己紹介でも構いませんし、いきなり初体験の話は持っていくのもありかもしれませんね。初体験はそうですね。ちなみにおいくつの頃でしたか。いつでしたかね。14ぐらいやったと思いますね。 14? はい。早くない。まあでも普通なんかな、14ぐらいっていうのは。だと思うんですけど。どうでしょう、今時普通なんかな。僕は高校時でしたけどね。はい。で、どういう、うん、相手さんとかどういう感じだったんですか。あ、相手さんの
年齢差が、はい、約一回り上やったので、嘘、はい、そこからちょっと トラウマになりまして、はい、だいぶちょっとダーティーな話なのでちょっとできないんですけどもダーティーな話になっちゃう、はいはい、ちょっと放送中、できるかなぐらいのあれなんであその経験そのものがっていうこと、あそうですね、あの経験っていうよりかは、はい、その初体験のその事案の方がちょっとすごくまあある意味事案はやね、はい、人回り違うってなるとね、そうですね、ちょっと言ってしまうとあれなんで、はい、さすがに、はい、いやーそれだいぶ上の方で、いやーそれはあれね、これね、ちなみに今ナミヘさん今何歳ですか？あ今27です27、はい、で当時14、はい、いやー思い返した返したら甘酸っぱくはないかな、甘酸っぱくもないですね、甘酸っぱくはない、ただのどす黒い感じですねどす黒いって感じですね、はい、ライトアップなんですね、防具なしでいいんじゃないかって言われてますよね、おじさん鶴見配信の時にはスカイプで出稿を上げようって言われてますね、あれか、キラテンションですよね、はい、おかんがいいねが入れたから焦ったんちゃうか、俺も祖母に見られたって方いらっしゃいますねおばあちゃんに見られたか、結構きつい感じやなそれもな、はい、でも14は早いですよ、 JP さん言われてるんですよ、おまわりさんここです、チュルーン、あこれ当たってるんちゃうんすか、なんかあれじゃないですか、レインボーですよ、レインボーじゃないですか、当たってるでしょこれ、はい、当たってますよ、当たってますよ、ほらー、いや来た見せ場、大移動戦でよかったー、太郎さんさすがね、今のね、波平の年齢の人間が中学生襲うようなもんかって、ね、そうですね、かっこ犯罪集って言われてますよ、そうですわ、まそんな今考えたらっていう形ですよね、そうですね、はい、いろんな経験されてるな皆さんね、キコーナさんの店員さんのあのその辺の話聞いてると人それぞれやなっていうふうに思いますけどもね、うん、あれ JP さんは、はい、僕ですか、はい、僕は高校の時でしたね、超甘酸っぱいですね今考えると学校ですか、え学校内ですか、いやあれですよ、ホテル行きました、あちゃんと高校の時にホテルに行ったんですか、そうですよ、はい、僕はあの言うてこの顔ずっと続いてるんで、あの今までその手のやつでこう補導されたことが一度もないんですよねあの思いっきり不景顔だったんで全然 OK です、はい、さあインローチャンスどれ行きましょう、また裏チャレンジしますか、裏ます、ね、ここは見たいでしょう、イアスコーリン ね、はい、ねえまさかな、ね、え波平さん先生とかなって言われたね、はい、同世代同年代じゃないと人じゃ同年代じゃない人ができる人すごいと思うってね、おおこれいったんちゃうんすか、あちょっと待って、あ多いよ多いですよね、多いよ多いよ多いよ、これいったんちゃいます、うわあ嘘だろいやひどい煽り食らったねこれ、 30% やんなしっていつも通りですよねまあそうですね残念というわけで AT20 ゲームでございました、あのチャンスアップパターンではあるんですけどね、いやさすがっすって言われてます、じゃあどうしましょう太郎さん、これ AT 終わったら移動しますか、いやでも当たってるんでねちょっと悔しくなってきた、そうですね、もう次いけんちゃうかな、逆さまりうまいわ、日頃も行いやなって、その前罰ゲーム確定やろ、はい、あでも俺も友達に紹介してもらった一回り上の人が初めてっていう方がいらっしゃるんですよ、当時中3、あそんなにではないですか、僕は、一回り中2、どうなんやろな、いやでも今考えると自分がその年になって分かるんですけども、はい、もう犯罪じゃないですか、まあ言うたらね、はい、うん、もう恐ろしい話ですね今考えるとなおさらね、はい、波平さんはおえってなりませんでしたが俺はなったっていうコメント言ってますけど、おえ
ならなかったです、ね。まあ、当時はね、はい、その辺のところに興味津々な部分があるから。いや、何も本当にわからない状態で、完全純粋無垢なまんまで。そうです。それはちょっとトラウマなるわ。はい、でそこから女性恐怖症5年ぐらいになって。あ、患ったんですか。はい、うわ、そらそうなるよね。あ、中学生とか無理って方いらっしゃいます。さすがにその辺どうなんやろな。まあ人のね趣味性癖っていうのはこう何とも言えない部分正直ってありますけどね。はい、豆は使えんやつやなとか言わない、そういうことをね。なんとかこれは見せてくださいよ豆さん。もう今の一言でもうあと1時間は持たないっすわ。持たへんのかい。持って持って。はい、24で18と結婚したときは周りからロリコン扱いやったっていうコメント来てますけど、18歳か、相手の方18歳。でもまあ卒業してすぐっていうパターンもありますからね、はい、高校卒業ね、そうじゃないですかね。と言ってるだけまた巻き目つきましたね、波平さん。多分でもこれ定格に押してるんで、あーちょっと一瞬チャンスかなと思いますけど、もう押してましたかね。あ、一応発展はしましたね。うん、そうですね。あ、当たりましたね。あ、当たってました、当たってました。さあ、移植。さあ、こう。LED は黄色ですね。うん、黄色。はい。どうされますか。さあ、どういきましょう。天然の方がたくさんいらっしゃいましたが、どうでしょうね、今回。まあ、でも次は入るでしょう。応募上でこれで何回目ぐらいですか、チャンス的には。一応そのまま置いてるのであれば今6スルーなんで今7回目ですね。はい、全然行きましょうか。行きましょうか、はい、もうあの告知を聞きたい方はよくいらっしゃると思いますので、、はい、行きましょう。あの2マーがね癖になる方もいらっしゃいますんでね。男も女も18過ぎたらロリコンって感じしないけど、中学生は ね41と24が結婚してびっくりした。あ、そういう事例もあるんやね。男にも女にもロリ好きはいるだけでって言われてますけど、逆で言うと何になるのかな。14とかで言うと初対にはならんやろな。14、15とか中学生、ね、さあ波平さん、何回で告知するかな。これならないですね。僕、天然様と仲悪いので相性はあんま良くない。そうですね。さあ、ラスト1回が来るのか。おー、巻物引いていく。あー、ないですかね。ないのかね。はい、だねなかなかいかんっすね。はい、ね、うん、俺の幼馴染26の時中3の付き合ってた。すごいな。付き合うっていう状況になるのがまずすごいな。そうですね、うん、まあないといえばメダルもないな、そういえば。ないですね。え、おかわり来る？おかわり来ちゃう？うん、おかしいなこれ。主任間違ったこれ。設定大丈夫ですかね。主任間違ったかな。ひょっとしたらその可能性は否定はできないですね。できないかなこれは。現在おかわり中でございます。少々お待ちください。主任間違ったこれ。ここでクレーム言ってしゃあないよ。頑張っていきましょう、頑張って。ほら、ね、ありがとうございます。あ、そういう感じですか。一緒に。さあ、おかわり来ましたよ。あ、もうすいません。行きましょう。はい、もう今日はもう完全にフリーノープランという形になってますからね、これね。まあ、打ちたいだよ、打ってるっていうだけなんですけどね。もう淡々と打ってる感じですけどね、はい、はい、絆そのまま設定かなってね。おかしい。バジリスク全然入らないじゃないですか。そうですね、さっきからね。こんなことありえます。
引きの強さも主任と副主任で違うんかな。おかしいのはあんたらの引き合い言われてますけどもね。ちなみに東大阪の店長って今誰ですかってことで、以前ね JR 尼崎店の、店長いらっしゃった久保店長がねこちら来られています。はい、ちょっと今日ねまだお忙しいというのと、急遽今日放送決まったという、現実がございますんで、はい、ちょっとね、お仕事中という形でございますのでご了承いただければと思います。はい、これってね、はい、この緑と赤がたまらなかったら、はい、抽選してくれないと。いや、別でもありますよ。別でもあります。あるんですか。別でもあります。一応その周期的なチャンスにはなってるというところですよね。はい、ああ、そういうことですね。ねえ、設定1万人をアピールする話から違うからね、これね。はい、これ主任間違ったんじゃないちゃんとアギアギアッパのはずなんですけどね。ちゃんとそれね、電源やったあれはありましたからね。はい、まさかの電源入り切りっていうやつそらないでしょ、さすがに。これ、設定判別ってどういう風にやるんですか、肛門は。あ、肛門茶碗ですか。はい、肛門茶碗についてはね、この辺かな、ちょっと待って。ねえ、子役落ちですか。子役も多少はあった気しますけど、ちょっと待ってね。一応ね、はい、あれかな、初ゾーンっていうのがあって、はいはい、それの突入率が結構上下、いわゆる4ゴロと1リスタで段違いなんですよね。出現率的でいうと大体倍違うのかな。はい、そのぐらいになりますかね。あとはあとどこやったかな。そうですね、さっきの活ゾーンもそうですし、 AT の初当たりかな、出現率的に言うと。はい、それはもう設定一番上だと続けてますね。 168.5分の1、 一番下だと285分の1なんで、はい、あと直当たりもしやすいはずです。直当たりがしやすい、はい、まだ1回もしてないですね。そうですね一応265分の1ですけどね。主任、はい、これ大丈夫ああ、チャンスゾーンのルーレットからチャンスゾーンじゃなくて AT に直当選した場合も一気に跳ね上がるというところですね、この辺はね。ああ、そうなんですか。ねえ、配信で7するって初めてだ。JR 尼崎で店長変わったんですかってね、コメントしますけど、 JR 尼崎の店長がこちらに来られたっていうことですね。さあ、ナビさん、届きましたね。はい、ショーチェリーで決まります。はい、あ、これ入りましたよね。もう波平さん、演出を全て飛ばしていくプレイになっていく。まあでもバジー絆今まで散々やってるんで皆さん分かると思いますからね。もう当たる人とか分かってらっしゃると思う。分かると思いますよね、みんなね。うん、ねえ、チストラマイが年を呼ばす。もしもしマメドラちゃんでいい子ができたら聞いてくれんかな。それはあれ、訪問ちゃうのあれやさあ、どれいきますか、波平さん。相性が悪いんであれば書いても OK ですよ。 OK ですか。はい、じゃあもうおもろですか、やっぱりおもろですかねあえてゲンちゃんで行くのも手かな。あ、そうですね、ちょっと設定な分かんないんで、はい、主任がちょっとね。そうですね、もう本当に合っているのかどうか確認。もしかしたら手元狂ったかもしれないですよ毒の次に行っちゃったかなみたいな感じですかね、これね。はい、バジリスクあれですよね、 AT の突入率も変わってきますよね。まあ、突入率、あとスルー回数とかも変わってきますからね、これね。えらいスルーしてますよえらいスルーしてます。初当たりはよく引いてますけどね、波平さんね。これただの引き当たりもほんまに陰謀ですよねえ、ハチスルーね。波平は盆栽と釣りが趣味って言われてますよ。お、引いたのは一つ出る。まあ、選手の順調放送も今日の番上がってます、はい、実は一番下じゃないのかっていう。さあ、ここでスルーするとさらに疑惑が深まってきそうな次第ではないですが、
まあ、当たる気しないですよね、これ。全然今のところ当たる気配がないんですが、チャンス来たのはミドルーレット、これ緑の方ですかね、太郎さんね。緑ですね。お、八からのボタンなし。やっぱり残るよね。あれ主任？主任間違ってないこれ？ないよね。やっぱなかったよね。BC 店長行ってまいっていうねコメント来てますけどね。そうですね。今、7スルーですかね。変えてたらどんな感じ？変えてたら5スルーになるのかな。あ、変えてたら5スルーですね。5スルーですよね、確かね、はいはい、でも5スルーも結構ちゃいますか。さあ、横からチャチャ入ってますよ、波平さん。はい、横からチャチャが入ってますけれども、あ5スルーも大概ちゃいますかって言われてます。まあ、ほっとけましょう。バッサリ切られてますね。豆さん何気にまたあれですね、緑のミドルレットスルーしましたね。緑のミドルレットスルー、いやしてないですよ、まだ継続中なんですよ。あ、継続中か、まだあれですかね、煽り中かな、これは後期って感じ。スルーしすぎって言われてますけどね。ほら、もう緑になった。そうかな、はあ、間違ったの落ちての人選って言われてますけどね。ほら、今日はまだね、お二方出ていただいただけ状況的にマシやと僕は思いますけどもね。はい、急遽決まりましたね、このニコニコの放送、皆さんね、はい、お、ただタイトルは赤文字、ただ星3つかな、変えてるかどうかは分かんないんですかっていうコメント来ますけど、やっていただいたのは主任ですんでね、これね。そうですね、はい、おお、チャレンジ行きましたね。あ、えらい可愛らしいですね。なんですかその構えは。構えどうしたんですか。いや、もうめちゃくちゃ怖いんですけど、蚊がいるらしくて。蚊がいるらしくて、今何が起こったんかなと思いましたけど、今蚊が気になったんですね、ラミヘイさんね。ずっと気になっとったんで。いろんな意味でフリーズしましたよ。今何があったんかなって僕思いましたけど、もう完全にラミヘイさん の体が止まってたんでね。退治できましたか。いや、逃げられましたね。逃げられたんかいな、今今の時間すごくもったいなかったですけど、ね、これ、おぎんちゃんって言うんですか。そうでしょ、おぎんちゃん、えらい色っぽいですね。コモンチャマンのヒロイン的存在ですよね。自分で確認できへんのってことでね、あのキーの方がね、ちょっと上ございますもんね。はい、何ニヤついてるんですか。あー、すいません。ハローさん、ガン見ですよ。いや、可愛いじゃないですか。はい、ね、座るでしょ。リオの時もずっとガン見してましたからね。お、さあ、ここでスイカを引っ張るか。さあ、スイカ、あれ僕、目押しミスりました、これ。あ、はい、ミスってますね。あ、なるほど。ミスってんじゃないですかね、今の形だと。やばいやばい、あと11回しか、おぎんちゃん 20% しか恋してないやん。大丈夫大丈夫、たまるからたまるから。あ、赤文字や。お、さあ、さらに10。あ、やばい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 、あと8ゲーム 30% やって、このあれですよね。大音量でこれ流れると結構恥ずかしいんですよね。お、さあ、巻きの引っ張ったの波平さんやぞ。どうかな、結構弱点引いとったんで、広角ぐらいで上がってるから上がってきてほしいところですよね。さあ、40% 太郎さんの方が。いや、シャバルを倒せ。やばいやばいやばい。あ、当たったの波平さんですね。青ですね。おー、50% じゃギリギリ乗せていった。ナミヘイさん、LED は青。青ですね。青か。はい。
さあお任せします。お任せで、じゃあちょっと確認のため現状確認します。告白タイムなんかありますよこれ。おちょっとここでスイカ引くって何のギャルゲーやこれ何のギャルゲーや。よし、おー当たってるし、当たってるし、やっぱプッシュボタンを押すとき柔らかく押したからあ、タッチの仕方が違ったこれ。違いますね、もう本当に。じゃあマメさん、もうこれね 30% であれ入るわけだ。もう3回目から入るでしょ。そうですね。うん。さあ、波平さんはどうやら定格で当たったっぽいですね。先スタートってことだね、はい、急にギャルや始まった。オギンゲートのうつむかしジジイの敬語はええんかって言われてますよね。はよする。おっ、ここで強調に引きましたよ。大王だっすね。さあ、そして裏チャレンジ。あー、だから3つだ。でもさっき 30% 引いて俺はラッシュなかった。そしてハサミでも来なかったまた20ゲームです、スラマメ太郎これって大変ですね。一生この裏ゲームやってたら勝てる気しないんですけど。いや、だから一発乗せた時の快感ですよ、それは。ほら、あー、来ないな、見えるまだ来てるよ、まだ来てるよあー、もうダメか、今日ダメか。さあ、68、赤帯、ね、はい、判定の見解、さすがっすね、って言われますよね、はい。ダメかうん、おあ、ただの合格したで、合格したで、えこれは何、謎当たりするんか。謎当たりするんですかね。いや、どうなんやろ、しそうな感じやな、はい、あなた、あまり見ないパターンですかね。あー、これ当たってるでしょ。えあ、でもここで巻物かあ、確定。いや、どちらだったこれ。いや、でも手前でしょ。そうですね、ちょっとでしょ。うちゲーム目にちょっとおかしい、おかしい演出出ましたから ね、 リプレイでなんかおかしい演出出たりするんで、怪しい、怪しい台なのか、ただの当たりだから、マメはいつまででも主任な、副主任になったらどうですよねさあ、西満塁来ないよね。なんでないんですか。そして同色波平さん、ここ当てたいね、波平さんね。じゃあどれいきますか。当たるので、当たる前提で天然でいきます。はい、当たる前提いきましょうまあ巻物引けば 75% あるんで。そうですね、はい、こうなってくるといやー、太郎さんいいとこ見せたのにな。お、なんか赤い、お、赤い、さあ来たぞ、なんか、お、強チェリーか、お、お、あ、強チェリーですね。あれ、これ真ん中僕の目押しミスですかおそらく、お、さあ連打でたまるぞ。200、あ、いたお見事。これなんか抽選してるんすか。当時の自家当選ってどのぐらいやったかな。ちょっと待ってくださいね。AT10 関係ないからな。あ、といった間に波平さんが、はい、残り何回、あと2回、あと2回、はい、なる気がしないです、ね、もう豆と台を交換したら当たるんじゃないかって言われてますけどね。さっきから僕もそれ思ったんですよ僕がマジで作ったらもうスッて入っちゃうんでね。入っちゃう、嘘だろうわ、当たる前提じゃなかったうわこれで、え、最初から6する6ですかね、今。うへぇ、うん、遠隔、何言ってんの君、本当にびっくりするわ。その単語、前のやってた MC 以来一度で聞きましたねダメじゃねえ、寡黙な点数、波平の台ハイエナしたいって言われてますけどね。どうぞあ、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 あ
らーうませそんなんするかな。いやあでも今これあれさ太郎さんのやつは赤の溜まった分の煽りはまだかな257なの。もうちょっとしたらまた来ますねこれね。そうなんです、はい、200って僕は気持ち的にやるとことん持ってない2人であった。波へ罰ゲームやな。変えてなかったら急するよねって言われてますけど、そういう形になりますよね。バジルつけてペナルティとかでなんか上がったりとかたまにしませんか。上がったりってこと？あのする回数と定期で来ないっていう時そのまま置いてたら今10スルーですね。10スルー、はい、マジかよ、はい、しないわっていうねこういうとこ見てますけどね。いやーね、いやあと2つやでっていうコメントしてますけど、いやちょっとまさかの展開続きすぎですね今日はね。アミさんせめて BT には入れましょう。マジックタイムには入れましょう。そうですね。太郎さんは今日の目標は家康降臨ですからね。そうですね。はい。てか主任これ間違ってない？さっきからえらくあれですね、波平さん隣の方えらく主任のせいにしようとしませんかねこれ。おおおお、どうしてか。おはい。ジャッジで30。おビッグ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 。おいそうか、ね、もう BC 天井狙いって言われてますよね。そうです。なめへチョコバット10本水なしで食おうかって言われてチョコバットかパサパサなってちょっと厳しいですねこれ。おい昔ねクラッカーをクラッカーリッチだったかな、はい、あれをなんか水なしで1分以内に食えるかどうかってなんかバラエティ番組やってましたよね。おランプに注目じゃん。おランプレット相変わらずこの演出好きやわこれあのこういきなり安っぽく見せるこの演出好きですね、はい、あこれお皿止まらんですか。あ止めてくださいよ止めてくださいよ。はい言うてくださいよどこ行く。おどこ行く。おおおおおこれもロタンじゃ安いファミコン言われてますけどね。シュラバトル、シュラバトル行きましたね。はい輝いてますね。はいもちろん5個ですよ。はいレインボーです。プレミアですね。プレミア見せてしまった。これ家康降臨やわなんでそこで家康降臨が直結するのか。 AT 直じゃないのかなこれね。どうさっきのはえあ、そうか、ミドルーレット抽選でこれ出てきてますもんね。はい、はい、ありがとう。いやー圧勝ですね。星ごっこチャンス、こっからですね。さあ、裏うわー、いったねー。いった、見せ場って男見せだって、ほらほら。うわあ！4-0。絶対30%もないですから。4-0。いやあ、さすがですね。こんなんありえる？ね、なしなしってねコメント見てますよ。残念。いや普通は4回ぐらいやったら1回渡れそうなもんですけどねこれね。結構主任のせいちゃうあやっぱり主任のせいになるのこれ。ちょっと日頃の恨みを抱えてらっしゃるんじゃないですか。1打ち手替えたらってマジ言われちゃったね日頃の恨みで1-1されたらたまらない人のせいにする、ね、まさかおおさあ、あれですね、ステージ上がりましたね。ここかな。まだありえるんちゃいます。おい主任昇格なしですって言われました。これはジャクジェかな。煽りは来てますけど20ゲームで何ができるのかな。そう、そこなんですよね
やっぱり一番最初にガツッと乗せとかないとね。おいさあ勝負一応発電はしましたね。 2.5 や、タロ今からガルパン行ってサクッと、サバイバルウォーでアンチョビやってきてっていうね。こうなに何それお危ない危ない危ない、受けて、あやばい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 、バカやろ、飛ばされますね。そしてラストゼロゲームの何もできないっすよ。なに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 、これ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 見て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 、これなんか蝶柄っぽくないっすか。なんか違うの来た。ていうかあれじゃない、これ南国の蝶じゃないですか。やばないっすかこれ。ということはこれあれかな、行くんじゃないですか。9回裏西満塁チャンス行くかな。てや行くの、行っちゃうの、来ちゃって、おいだー、あ、そんな感じだ、ね、ファミスタかこのクソ安い演出ほんと好きさあとか言ってるで隣でさあ打っちゃって、打っちゃって、わー早いわ球が急にゲーム始まったんで駆け抜けラッシュ、タロ今から入荷でゲーム、うわ来た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 、うらなんやこれ。はい、ツーアウト満塁、ツーストライクスリーボール、これ好きですね、はい、やばい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 、これちょっとタイミング測らない、上がるやつですか。いや大丈夫ですよ。うわぁ、あ、うらぁ、大きい大きい、いったいったいった、50超えた、50超えた、60、まだいけまだいけ、おおおお、100超えた、100超えた、いく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 、おおおおいってもた、素晴らしい、いやよろしいよろしい、いやいいわ、あの演出すごい好き、その演出しか当たってないみたいなね途中であれですよ、チャンス引いてまたイヤスコーに引いてもいいんですよこれね。あ、そんな感じなんですか。はい、途中で当てちゃって、はい、というわけで、てか普通イヤスコーに100引くよりか多く引いてますからねこれね、140ですから、こいつ押しやがった、事故ったなって言われてますけどね、はい、いやでも平和の台ってやっぱ事故りますよね、どっかで何しかトリガーありますからね、ね、はい、あの麻雀物語付き合ったんですよ。あー、あれもね、焼き鳥チャンスがもうすごいものすごい、個人的にあとラッシュとかでね、乗らない時は乗らないけど乗る時結構乗るイメージはありましたけどね、白縄揃いとかでね。いやお見事お見事、はい、僕ね、麻雀物語焼き鳥で1000ゲーム引いてますよ。マジっすか終わっていったらね、ナミヘさん次回も来ましたね、これ1000といくんじゃないですかね。お、あ、チャウスはあただの後期でしたね。後期でしたね。あ、でもこれは当選でしょう。まあ、当選はしますね、うん、当選は当選ですね。何で部屋が落ちたとか言われてますけど、今引きましたからね。まあ、ボーナスは間違いないところですね、これはね。ほぼ。あ、赤文字や。まるでバイブが来ないですね。一切。いつ言うんかなって待ってるんですけど。天然でいいわけですね。じゃあもう天然行きましょう、はい、なるまで天然今日の波平さんはなるまで天然ね、はい、はい、頑張ります。まあ太郎さんはね、とりあえずあの9回裏日満塁チャンス行きましたけど、やっぱりね、イヤスコリ見た方多いですから。そうですね、今後もぜひあの引いた場合はあの裏チャレンジのあれで行きましょう。ブブ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 ブ、弱点、これ弱点やなんすか、うん、でも波平駆け抜けやろって言われますよね、はあ、寸歩いるって言ったら根拠は何かなって言われてますけど、あたまたま次回が来たからだけですね。ああ、なるほどなるほどさっき強者引いたタイミングやったんですけども、ね、あれかな、ね、もしそのまま置いてったら、はい、11回目やったら11するんですよね、はい、もしね
2つさあ、伸びたのはサボさんが閉じてますね。あ、ミスった、ミスった、ミスった。押すところが、押すところが、しかもここでまたレア役引いてますからね。さあ、強調引いたらナミヘさんだぞ。さあ、次出てこない。お、勝つやって、勝つ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 やって、勝つ、勝つ狙っていいですか。いや、狙わなくていいです、狙わなくて、普通通りで OK ですよ。はい、おレア役ですよね。強調かな、あー、強調ですね。強調引いた。さあ、これ当たってほしいな、太郎さんの方ね。インストはちょっと前外れたのと一緒ですけど。やばいやばいやばい、まあ、でも相手攻撃か。でもレア役めっちゃ引っ張ってんな、これ。おい、おい、嘘だろ。飛んでいくからの、おい、おい。さあ、これで上のチャンスになってきますね。またレア役やし、しかもここっていうか、ナミヘさんまたスルーしてますけど。やばいですね。うわ、これはまずいぞ。また強チェア。はい、え、やばいっすよ。やばいっすよ、ほんまにこれ。あれ、さあ、インローチャンス。もう、もうあれ狙ってくださいよ。ジョグを回すのじゃ。さあ、やばいね。レア役効果かな。すげえなって、ティースが生き死にとるって言われてます、ね、これ、レア役効果あるんじゃないんすか。さあ、どうかな、ここのタイミング。あっ、あ、少ない、少ない、少ないけど当たるとき当たるぞ。いや、今でも乗ってるから。うわ出た出た出た、ようやくようやく確率に引き近づいた。さあ、太郎さん、太郎さん、行きましょう。一戦ゲーム乗せたらいいんすね。もう4桁いっちゃおう、4桁いっちゃおうか。よっ、おい、レア役、レア役、いいね。これ負けるんちゃうの。なんか、いきそう。押して、ええ、いや、今のはレア役の乗せでしょ、たぶん。はい、おお、ね、さあ、準備中ですよ。さあ、行ってください。うわ、ま、てか、レア役引きすぎやろ、これ。うわ、はい、これもプラス20です。だからまだ準備中、準備中。はい、上乗せも熱いでってコメントいきますよ。準備中、準備中。だから100以上は行くって。はい。100で終わり。さあ、みんな何ゲームぐらいですか？いけー！お、また、またプラスした。おー、強い強い強い。すごいですね。はい。何これ？いや、だから最初の、まだ抽選されてないですよ。ああ、まだ。まだです、まだです。落ち着いて、落ち着いて。おー、やばいやばいやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、どうなってるこれ。うわなんやねん、この人。この人なんやねん。まだ、まだあれよ、まだ抽選してないからね。まだ家康まで到達してないですね。あ、で、おー、レア、あの、レア効果になってるって、太郎さん。はいはいはい、うん、レア効果になってるって。はい、レア役が今高確率状態やから。はい、あ、まだ始まってない。家康よりが準備中の方が乗せてまうやないか。おー、なんかすごいことになってるよ。はい、10。右側はその右下のところ出てますよね、うん、はい、はい、なんかシュールな感じがいいですねこれ。あー、終わってまうわ。あー、終わっちゃった。わしの出番はまだなのって言われてしまってますからね。レア役効果で2分の1か3分の1放っちゃうかって言われてますけどね。いや、いいの引っ張りましたねこれね。はい、さあ、ここのフリーズ次第ですよ。あれ、まだ、まだですよ、まだこっからですからね。これあれちゃうんすか。さあ、来た。さあ、どうかな。あ、これ押さないやつですか。大事ですよ、大事ですよ。よ、もしもし、水戸です。もしもし、ちゃま、おじいちゃまじゃよ。いい句があるんじゃが、聞いてくれるかの。さあ、どうだ、何ゲーム乗せる。乗らぬなら、はい、乗るまで待とう。待ってください。どうだ。早かった。
これ長ければ長いこと乗るんですけどね。やっぱり100やったか。あれ？レア役、レア役降格の方が乗っかったのこれ。レア役の方が乗ってないっすか。はい、というわけでございます。トータルで何ゲーム？190ゲームです。はい、なんか銀ちゃん、お銀ちゃん走ってますねこれね、はい、大して待たされないねですよねって言われてますけどね。まあおおよそみんな100引きますよねこれね、はい、いやでも笑いましたね、いろいろと。いやあんなところでレア役効果が引くもんなんすね。事故事故ブラインドありやなって言われてますけどね、はい、解析は 44% で100になったけど80ぐらいあるんちゃうかって言われてますよね。大体みんな100引っ張るパターン多いかなっていうふうに思うんですけどね、はい、最高何ゲームなんですか。いや最高はこれ最高ってあったんかな、抽選で。次天井かなって言われてますけど、さあナミヘイさんまた演出行ってますね。102ゲームってあったよね、この人も、ね、はい、だってマネだ。今日はもう一人で楽しんでますわ。700ゲームは見たことあるって方いらっしゃいますけどね、700も乗ることあるんやね。僕まあ、1000以上も確かあった気がします。麻雀物語の麻雀ラッシュで1800枚乗ったっすからね。1800枚か。え、一撃で？一撃っすよ。どんな引きしとんねん。万枚出ましたからね。いやーすごいな、羨ましい。最高は確か500ゲームで、それ以上は倍々で最高2000枚だったはず。ちょっと前にレア効果になってたんで、ありがとうございます。すみません。さあ、ナミヘイさんの方がだいぶと隣に押されてる感じになってますよ。そう。当たる気してないですね。途中からだんだんそれすら怪しくなってきたから、なんか途中ハサミハサミで円数でできて外れて、なんかめっちゃ台に踊らされてる感満載なんで、さっきのやつも当たるかなっていう気配ありましたもんね。こういう時はほんまに当たらないです。さあこのお銀ちゃんはいつまで来るんですか。何かが取ったわけじゃないよね。あんまり、このあれやね、コモンちゃんの AT そのものがこんないいとこまで行った記憶はないから、個人的によく分かんないっていうのもあるんですけどね。でもレア役の上乗せもカウントするから実質無限なんかなっていうね、コメントしますけどね。今のゲーム数なくなる、5銀はインドのストックはされてるだけやでっていうコメント来てますんで、インドのチャンスまた出てくるってことなのかな、この後で。あ、さあ、ナミヘさん、これで何回目 ?11? 置いてたら、置いてたら 11? 11ですかね。返ってなければ11。今、多分7スルーやと思うんですよ。7スルー、はい、さあ全然泣くまで全然行きますか。はい、じゃあもう2マーとした顔見せてくださいよ。これまさか放送内で天井とか見せることになったら史上初ですからね、間違いなく。あ、そうなんですか。おそらくは。あ、ここでうーん、来ちゃってか。とりあえずその前で当ててしまうかどうかですね、これね。おお、いい加減当たってもええ頃だと思いますけどね。あの、実際にうちらここやったら引けないでしょ、波平さんやったら。そうね、ここまでスルーしてたらね。あっ、パチンが出ましたね、パチンが。ねえ、
これってどちらも設定不明ですかということで、あの本来は変えていただいたはずなんですが途中で あまりにも、おい2番としたー真面目にびっくりしてるじゃないですかジャグラーの格好よりびっくりした今思いっきり体がのけぞりましたね、ナミヘイさんね、はい、というわけで久々ににんまり聞きましたね。いや早く気持ちの絵の見せてやってまいりましたね。ようやく出ましたねこれね、はい、いやでも多分これ500枚ぐらいで終わる気はするんですけど大丈夫ですかね。ナミヘイの全部が熱くなってる。変わりませんよ、僕楽しいですもんここであえて変わることを申しましたが、はい、芸能人ですね。さあようやくこの1時37分にして、あ、もう音楽鳴ってるじゃないですか。バイトの流れてる、流れてるということは次回いいですね。意外ともなんか、うおーい、歌流れてるね、コメントもしますけどね、はい、ナミヘイここもする中あるチャレンジだ、500枚も出す気でいるんかってね、コメントもしますけどね。さあ97、はい、おお緑つくんじゃないですかこれ、ついちゃう、おーい、まあここ引きたいね、ナミヘイさんね、あーったもういろいろ大変なことになってるんですよ。祝言引けよって言われてますけどね、2個以上かな、ね、ナミヘイが引いちゃったらつまんないしね、はい、言われた方もいらっしゃいますけどね、はい、いらっしゃいね。この巻物いらないですね、ここでの引きはいらないですねこの後に欲しいです ね、せめて同色の後欲しかった。はい、というわけでおめでとうございます。うん、多いって言われてもまだボロ巻きやぞ、あったーい、おもろやー、ナイスナイスー変わります。まあ面白いですよ、 今ちょうど面白い感じになってますね、これ どうします。いや全然変わる気しないんですよ僕なんか外れてるみたいになってますやん言うてさっきね、100、140プラスしてますからね、僕300乗ってますからね、うん、あでも巻物で同色に上がったかもしれんねっていうことですよね、まあその可能性もあります。おお、いくぞ、おーおーおいおい、これ上に揃わないですかね、上に揃ってほしいですね、どうかな、あま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 あ、あっだはい、ねえ今面白いですやりますけどね、ハマった後って出るよねって動きできますけど、 あるあるですね。いやこれで2つ、いやこれもナミヘイさん安泰ですねこれはね、はい、そうですね、子役バンバン打ってくるんですよなんだろうなこの方より、マジ 10% じゃねえって言われて、ああ太郎さんの方はまだまだインドあるっていう話でしたからね、さっきのところね、そうですよ、まだチャマ、チャマ出せますよ、チャマ出せますよこれね、あれみたいな、やっぱりさっきのイヤストリーもう一遍、ナミヘイさんがだいぶと温まってきましたねこれでね、うん、まあこれはね余裕で、なんかあと3回2回か3回か3回を確定してるかな、
3回はある3回はありますかね。いやー、音楽がだいぶとカオスなことになってまいりましたが、ちょっとうるさすぎて聞こえにくい。ちょっと言うの聞こえづらいですね。はい、訪問茶碗残り何ゲームですかっていうコメント来ますけど、171ゲームありますね。171か、だいぶあるな。もうね、でもレア役引かないんでね、全然なんか楽しんでないんですよ。さっきまではすごい引いて、まあレア役高額のやつはありましたけどね。ここまで、ね、運転の差あります。放送内であれ見れるかな。いいよ、ね、だってピースやもんね。もう途中までのお通夜が何やったんやっていう具合の爆発の仕方になってますね、これ ね、 そうね。大変なことになってますよ。あ、あれかな、流れに乗って波平さんあたりが無双一戦引いちゃうパターンかな、これ。いやー、大丈夫思ったよね。お、ここで、あー、残念か。本当に太郎さん、あれですね、190引っ張ってからほぼレア役引いてない、ひょっとして。あ、そうなんですよ。何も引いてない。いやー、引きの偏りあるもんですね。お、あ、予告ってことはあれか、決まってますからね、これはね。はい、チェリーぐらいは来るんですか。お、ここでようやくスイカじゃないか。おー、まさか、上がりましたね、ステージがね。さらにこの上行くとあれかな、超高額になるかな。あ、もう一個上行きたかった。まだありえるか。まだ降りますね、まだ降りますね。お、お、どうだ。あ、なになになに、お、イエイ行きましたね、イエイが。イエイはいいですか。ちょっとしたら、あ、チャンスね。おー、行きましたね。これやってちゃうんすか。えらい肛門ちゃまかっこよくなってますよ。ムキムキっすやん。このリアル、あのリアル路線は一体何なんやろっていうぐらいのね。これ分かりにくいですけど、肛門ちゃま瞬きしてますからね。ちょっとね、あの液晶透明なんで分かりづらいかもしれませんけどね。おーおーおお、さあ飲料完成、どうかな、出んな、やばいやばいやばい、あ、いたー、はい、飲料チャンスですね。ねえ、平和をリッチ遊びすぎや言われたんですよね。さあちょっといいとこ見てみたいな、空豆太郎さんもちょっといいとこ見てみたいな。いやもう、おお、またレア、またレア役引っ張ったぞ、こんなとこで。なぜここで引く、あなたはなぜここで引いてしまうんだ。ギャー、やってしまった、やりよった。今度は見せるよね、今度は見せるよね。700ゲームを上乗せして、はい、時間いっぱい使って終わろう。お、もうあれですよ、もうトラマイさん、もうずっとあの放送終了までフリーズしてて大丈夫ですからね。あ、おまじか、はい、もう任せよう、15分くらい。させちゃって、もう。15分間ですね。いやー、なんでこう後半にこんなに見せ場がいっぱい来るんや、これ。見ました、陰謀の時に。はい、みんな予想して、はい、何ゲームや。もしもし見てます、もしもし見
そうです。ダミーヘイも祝言引き終わってますけどね。え100ばっかりやないか、みんな予想、みんな予想100ばっかりやないか。さあどうだ、いやーさすがやわ、持ってますわ、さすが持ってるわ。もう期待に期待にもう沿っていくこの感じ。ほら見ないなって言われてるやんか、視聴者の勝ちって。まだ残ってるんですよね。まだいますよ、まだ。これで引いたらいいんですよ。そう、覚えのある待ち時間って言われてますけどね。みんながホールでひょっとしたらよく見えにしてる風景かもしれない、はい、知ってたね、このドアホー言われてますけどね。せめて期待は裏切ってほしかったって言われてますけどね。いやいや、もうこの出玉感すでにもう空豆太郎の期待を裏切ってるでしょう。ああ、みんながね、もうどうせ空豆やから出んやろって言ってた人たちの期待を裏切ったと。そうですよね、見事ですよね、知ってたかける100ね。次から放送1時間前から打ち込んどけばいいんじゃないかって言われてますけど、完全に仕込みじゃないですか。いやもう2時から聞こうなんて言われてるんですが、強引に1時から聞こうへ持っていくパターンになりますけどね、これね、はい、大概そういうことをするとうまくいかないんです、はい、私の経験則ですけどね、はい、ね、101とかで大爆笑やったのに、さすが豆って言われてますよね。あら、またナミヘイさんこれ行ったんじゃない。はい、もう3つあるんでね。あー、もうほら行ったでしょ。おー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 、太郎ちゃん、またチャマがかっこよくなってしまった。見てここ激アツ買い取るで月下激アツ買い取るわ。うわー、やりよった今日太郎さん、あれやね、チャマ打って正解やね。チャマ打って正解する、大正解やね、これね。まれ、来ましたね、このチャンスが目に入らぬかね。え、あ、発展しましたね。まあこれ当たるでしょう、激烈が大事なんでしょうね。え、タマさんが軽犯電車乗ってるの違和感、ちょっと何の話だ、まあ、あれがブラタモリのやってるのかな、裏ね。さあ、まあまあまあこれは当たるでしょう。あ、やばい、あー、やばい、え、激烈外しちゃうの。おーい、あー、もう確定や、当たり、お見事。あ、おじいちゃんがもう違う違う領域に達してしまった別のキャラクターになってるやん、これあかんやつや。まだチャンスあるよ、まだチャンスあるよ。今のところ5分の2です、5分の2。ああ気持ちいい、ああ行くね、やばい、皆さん見事ですね、これはね、危なかったです。なかった、なかったんだね。ああ、ないわただこれで6分の2ですから、まあ、あのメーカーさんの発表通りになったんじゃないですか、この辺については。まあそうですね、うん、しかもまだ お銀ちゃん走ってますね、これね、はい、当たってるのにバチに触れることなくなったって言われてますけど、ちゃんと見てますからね、はい、いや、しかしいいとこで巻き戻ってきましたね、ラミエさんね、助かりました。まだお銀ちゃんがいるんでね、まだインローチャンスがある。そう、まだまだありますから。ちょっとこれ終わらんのじゃんか、ひょっとしたら放送中に。あと何分ですか。あと言うても10分ですね。あ、そうなんですね。やばい、急がな、無理ですね、これは無理でしょう。あー、今日はあれか、当たりっぱで終わりか。
いやもう引き強く、いやそりゃね、心の準備ないのに今度はやらされたら本来の力出てまいますやん。あ、今までの放送中のやつって仮の姿。いやもう当たり前やん。あーそうやったんや。不意に来るから。あーそうやね、不意に来るって。いやね、もう今日はちょっといろいろとバタバタとしましたけれどもね。はい、ほんまですよ。後半は見せ場あったからよかったよかった。いや前半のままいったらどうしようかなと思いましたけどね、これね。いやもう前半5分でもうこれはもうモテへんわ思いましたけど。5分でそれを悟っちゃったか。もうダメだ思いました、うん、ねえ、出遅れた太郎の初体験話も終わりましたから、ね、延長はあるんですかって言われてますけど、延長みんな見たいか、どうよこれ。いや、おぎんちゃんが見たいんちゃうんすか、ね、終わり良ければ全てよしやって言われてますから。今日はでも、あ、また静まれ来ましたね。あ、チャンスかな、このチャンスが目に入らぬか。さあどうだ、うん、見たいって方いらっしゃいますけどね。あ、そうだ。さあ出るから、あ、回りなかったか、太郎さんの方はね。さあ、陰謀感情させろ、連打かな、押せ、あー、必ず、だね、連打言うから気合い入ってなかったっすやん。連打じゃなくて、あれでしたね、一発ポッシュでしたね、はい、続きが気になる、終わるまで延長っていうコメントも来てますけどもね、終わらないっすよ。今何ゲーム残り、164、164か、まあ、放送的にだと15分あればっていうところだと思うんですけどね。あ、やらかしたやーって、あ、弱点ですか、あ、弱点、あ、でもあ、あ、次回来ましたね、まだまだありましたね。ね、せめてお銀がいる間だけでもっていう気持ちですよね。はい、というわけで、ランヒさんの残りでまた、継続ですね。あ、じゃあ当たってましたね。逆手で若干当選ですね。はい、当てるのが遅かった2人が悪いっていうコメントも言ってますけどもね。まあそうですね、うん、さあ、スイカからの煽りが、スイカやとちょっと当選厳しいかな。そしてそこで巻物を引くのか。ランヒさんそこではない。確定画面で巻物を引くのすごい得意なんですよ。さあ、え、おぎんちゃんってダメなんですかこれ。なんか吠えてましたけど、今なんかあったんですか。いや、おぎんちゃんが陰謀完成させろ。ああ、それはあれですね、外すときありますね、うん、明日の店舗に電話だけして延長でもいいんやでっていうコメントも来ますけどね。あ、てか電話とか。そうですよ、これは伏せてにちょっと仕返しで、あえて電話し合っときます。あの、今日、あの、またドタバタなったらええねん。ダメダメ、明日ちゃんと連絡しとかないと、今日みたいなことになるんですが、私だけが選びますからね、これね。あー、持ってないっすわ。何何何。持ってないっすわ。どうしたんですか。あの、今オールベルまで引き上げとったんですけど。あー、なるほど。残り1回レバーを押してもらったんですけど。全然なかった。思いっきり人を背にしましたね今ね。これこいつ確保人犯やね。いやー、続くなー。やばい、あと5分やって、おぎんちゃんどんだけ走るねん。めっちゃ走ってますけどねこれね。今何枚ぐらいですお二人。今700枚前後ですね。700枚、はい。空豆さんは859枚。もう前半戦のあれですね、マイナスはもう取り返した感じですからね、これで。余裕で。なんだかんだ家康ポリ2回見てましたもんね。はい、明日も JP さんですが、明日も私の予定になってます。はい、
マジのマイナスは取り戻せるかなって言われてますけど、まあここまで続いてりゃっていうところですもんね。そうですね、はい、1200、300枚ぐらいだと思うけど、マイナス、ああ、あの最初のボールですかね。あ、そうですね、はい、あ、うまいっすね、あ、おいしいもうこれついてましたよね、緑ね、はい、はい、ここへ来て見せ場作りますか、あなた方。いやー、さすがでございますよ、これね、はい、はい、お見事。終わんないじゃないですか。終わらへんわって言ったね、これね、放送がすごいぞ、今日は途中からの引きが結構えげつなくなってきてる。後半に連れて、ね、止まらなくなってきましたね。はい、いや、明日どこやったっけってことでね、天草1号店なんですよね、はい、じゃあお二方ちょっと一旦停止していただいてよろしいですか。うちの、はい、はい、お疲れ様でした。ちょっと一旦止めますね。こんなところで止まるんですか。いや、ちょっと、まあ、残り見たい皆さんもいらっしゃるかもしれませんけどもね、はい、やめる気ないやろ、2人とも。ちょっとあの終了画面でちょっとおとなしくさせてこうかな。あ、なるほどなるほど、音楽をね、止める。暴れてる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 、左で、はい、すいません、ね、え、電話いいよ、電話いらんって言われた。ああ、一番おもろいところですよ、マジ何枚いくか知りたい、ね、うん、あの電話はします、これはね、あのあれですよね、はい、やばい、ちょっと、というわけで今店長が、来られましたというわけでございまして、新たに、規模の東大阪店、店長となられました、以前はね JR 天ヶ崎店の方で私もお世話になりましたけれども、久保店長でございます。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ございますという形でね、あれ、これ映ってないやつですか、はい、今ちょっとカメラが出ないと向こうへ行っておりますので、あ、そうなんですね、声だけ、はい、声だけでという形でございますけどね、また改めてカメラこっち持ってきますんで、はい、はい、といった形でございまして、明日でございますけれども、はい、店舗さんどちらでしたっけ。尼崎中央主役店長です。あ、主役店長ですね、はい、はい、といった形で次の店舗、オカルト店長ですね、はい、電話するという形になりますので、はい、じゃあお二方、お偉いさんこちら来ていただいてよろしいですか、はい、すごいな、今日、うん、見せ場がある意味ありすぎた感もありますが、はい、アマチュアが笑えるなって、ね、うてーっていうコメントも来てますけど、ちょっと待ってね、この辺はけじめをつけておこう。この後怒られるんですかねなんでなんでなんで怒られるんで。3分ぐらいは打ち続けてしまいましたからね、はい、じゃあ行きましょうか店長、はい、電話したらよろしいですか、はい、はい、しました、もう映ってるんですか、はい、もう映ってますんで、もう多分あのこの辺斉藤さん斉藤さんって多分いっぱい出てると思うんですけどねデカリン久保って言われてますよね、うん、はい、店長来たら急におとわしく打つのやめたって言ってありがとうございます、はい、じゃあ行きましょう店長、はい、よろしくお願いします、うん、はい、ではちょっと電話、あれこれピンマイク、はい、あ、こ、あ、そうそう、あのこちらの後ろにこう当てていただければと思いますので、はい、はい、お疲れ様です、塩です。あ、お疲れ様です、東大阪店の久保です。お疲れ様です。起きてた。あとは寄ってましたよ。麻雀ゲームしてましたよ。麻雀。今日なんか実家帰る言うてたけど、大丈夫？あ、大丈夫です。今着いたところなんで、ちょうどよかったです。ああ、よかったよかった。で、あの、これ多分もう何の電話か分かってると思うけど、あの、明日アマチュー。当たってますよ。アマチュー当たってますんで、あの、必殺のオカルトまた見せてください。うん、まあ、いや、まあ、あの、約2、3週間前、共演しましたけどね。そうです。店長集結。はい、まあそんなこと、明日は何かやることとか決まってますか。明日はね、決まってますよ。おおお、
決まってますよ、ちゃんと。明日発表はね、これ決まってないやつだね。わかりました。じゃあ、まあそんな感じで、はい。明日も出てくれるかな？いたもん。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。お願いします。はい、というわけで、天瀬頂点の市役店長でございました。はい、という形でございまして。はい、というわけで、お疲れ様でございました。試打終了ということで、じゃあ店長、はい、はい、そちら並んでいただきまして。はい。はい、なんか、二人急におとなしくなってませんか？大丈夫ですか？大丈夫。大丈夫。大丈夫ですよ。はい。そら豆。めっちゃなってるやん。ちなみに、そら豆太郎という名前になったのは、うん、ご存知だったんですか？いや、これもう見たら空豆やな思ってね。空豆太郎っていう名前で、そう、以前からこのグラサンでね、やっていただいておりますけど、ね、はい、あ、人気者でよかった、ね、人気者、はい、初めて見られるのめちゃくちゃ恥ずかしいんですよ、ね、あ、そういうこと、はい、もう今まで散々自由にやっててきたのがやっぱり店長さん変わると緊張する部分もあるみたい。ただ、せっかくこう PR してるのもうちょっと引き見してもらわんとな。いや、でも途中から見せましたよ、今日は家康氷2回行きましたしね、はい、そうね。ね、店長来てね、急に恐縮すんなって言われてね、豆っていつも店長来たら静かになるよなって言われてますからね。そこ言ってはいけないところですからね。ね、斎藤さんじゃないからね、みんなね、はい、はい、もう いっぱい出てると思う、ちょっと見に行こう。いっぱいいっぱい、まあね、そら豆店長の印象一言って言われてますけど。いやー、もうそれはもう鉄板になんかいつも振られるやつなんですよね。前店長の原田店長の時には、はい、彼は、はい、初めてどんな人ですかって僕お会いしたことなかったんで、はい、聞いたんですよ、放送中に、はい、そしたら一言、闇ですねってことで。闇。彼としてはまだその、はい、ね、お会いして間もないので、あんまりその深いところまでわからないから、あんまりそのよくわかりませんっていうのを言おうとしたら、なぜか闇っていう言葉で言ったらしいんですけどね。はい、まあ、でも今回はね、中石君に振ろうかなと思いますね。じゃあ、ナミヘイさん。ナミヘイさんね、はい、さん、ちなみになんかピースケさん一ビってたからケツバットしようって書いてるけど、どういうことこれ。だいぶと引きについては途中から引いてからだいぶ調子乗ってましたけどもね、はい、ねえ、そこはいつも眩しい。豆久保さんの印象はって言われてますけど、久保店長の第一印象ですか。第一印象、はい、いやーなんかめっちゃ気使ってなんで気使ってるんですよね、ここね、急にね、うん、目の前でどんな発言すんやろなあ、ちょっとそれは興味あるところですかね、うん、これ放送上でもう明日タイムカードなくなってるかもしれない。お、強烈な一言入ったよ。いや、それ踏まえていこう、それ踏まえて。豆さんどうですか。第一印象ですか、うん、第一印象はもうぶっちゃけって言ってしまいますと、はい、あー、斉藤さんだな。ありがとう、それ待ってたよ。それ待ってたよ。明日もタイムカードなくなってると思うんで。いやー、可能性あるな、これね。タイムカードがなくなってる可能性ありますね、これね。もういつもこれやめてもらえますよ。闇店長の時もすごかったんですから、僕。しかも、めちゃくちゃ原田店長はその時興味津々でしたからね。はい、なんで闇と呼ばれてるのかすごい興味津々でしたからね。詰められましたからね。斉藤さん笑わちゃう。でも斉藤さんは森口の方なんで、ね。そうそうそう、違いますからね。はい、ぼっち先生なんで。はい、間違わんように。はい、じゃあ、波平さんにもこの辺聞いておきましょうか。どうですか、初めてお会いした時に印象。真面目に答えた方がいいですかね。どちらでも構いませんよ。じゃあ真面目にいきますね、はい、すごいインテリ感がしました。あ、ま、真面目。明日あれ早番で待ってるよ。早番かよ。早番か。この放送終わってからきついな。店長の顔を見て言えよっていうのが入ってますけどもね。はい、ねえ、高橋の方がっていうね、コメント来てますけども、はい、といった形でございまして、お疲れ様でございました、はい、まあちょっとね、お二方に売ってもらいましたけど、どうでしたか、空豆さん、まず、コウモンちゃんは。コウモンちゃんは初めて売ったんで、めちゃくちゃ楽しかったですね。おお、家康氷2回そうで、まあ、見事100ゲーム乗せ素晴らしいと思うんでね。、はい、100最低値やから、はい、家康降臨はね、何回も言いますけど、まあ9回裏2は止まるんちゃうんですね。あ、そうですね、見せるとこ見せたんで、はい、よかったかなというふうに思います、はい、やっぱりうちの東大阪店限定のね台ですね、これは。はい、
はい、限定の台ってどういうことかわからんけどね。はい、じゃあ波平さん聞きましょうか。途中までえらいことなってましたけどね。あ、そうですね、ちょっと最初の方は皆さんにちょっと退屈な絵を見せてしまって本当に申し訳なかったんですけども、はい、途中からタンタンタンと当たってくれましたんで。そうですね、はい、一気にガツッと乗せたあたりからはだいぶ調子良さそうな感じでしたけど。そうですね、まだあれ1000枚ぐらいは出るんじゃないですかね。そうですね、プラスアルファね、はいはい、これもまあ置いときますんで、また明日ほらこ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 らでけへんから、でけへんよそんな営業してたらえらいことになるわほんま。まあ冗談ですけど、はい、といった形でございます。じゃあ店長、あのインセルのとこ並んでいただきまして、はい、ね、やはり店長買われてからリフレッシュされたということでございますんで、はい、はい、行きましょうか。リフレッシュオープンという形ですね。ジャグラーコーナーサウンドジェ設置という形でございまして、そしてリフレッシュオープン第2弾ということでね。はい、まあそうですね、これ見ていただければ 何を伝えたいかはきっと分かってもらえるかと思いますので、ぜひぜひ、ね、はい、ご来店お待ちしてますので、はい、そして今週末でしたっけ、ナミヘさん先ほど雑誌持って入りましたけども。あ、そうですね、はい、26、27なんですけども、はい、こちらね、めくるところからね、はい、ああ過ぎちゃってる、ああ開いちゃってる、開いちゃってます、開いちゃってる、はい、うん、はい、といった形でございますね。デチャンさん乗っておりますので、ね、この辺されてますので、はい、よろしくお願いしますという形で、はい、ぜひお越しください、はい、お店の方にも雑誌置いてたりしますんでね、はい、その辺はまたチェックしていただければと思いますからね、はい、はい、うるさくなるだけですが当たります。JP さんちゃんとチェケラッチョって振ってよっていうコメント来てますけど、ね、僕要請はほんまにね、はい、といった形でまた今週末もぜひ来ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。はい、はい、では久保店長最後に、はい、あの新しく店長就任されたということですんで、はい、視聴者の方々とお客様の方々にぜひ一言いただいてよろしいですか。はい、今週よりあの東大阪店店長としてお勤めさせていただいてます久保と申します。あの、はい、また斉藤さんとかいっぱい出てると思いますけど、まあ、あの楽しいお店にしていきたいなと思いますぜひ今後もよろしくお願いいたします。店長またね、フロアの方で見かけたらね、はい、声かけていただければと思いますので、お願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、といった形でございまして、この後まだちょっと AT が残ってるのを見たいというちょっとコメントも来てますんで、ちょっとあとお時間いただいてよろしいですか、ね、はい、大丈夫です、あの、はい、沖の住むまで、はい、はい、沖の住むまでという形でございますんで明日はもうタイムカードないんで思う存分僕の方が軽症やと思ってたんですけどね僕早まって、さんもがっつり明日は様になる可能性もございますんで、ね、早まってすんで僕タイムカード切れないパターンなんです怖いなこれこの辺をね冷静に冗談なのかどうか分からないトーンで言うのが久保店長の恐ろしいところですからねこの辺ね、明日気をつけてくださいと、はい、言っておきますんでね、はい、というわけでございますんで、まじゃあまた久保店長ね、はい、この放送枠で出ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、本日は東大阪店から、生放送してまいりました。この後一旦ね、CM 挟んでから後で続きちょっとだけ回そうかなというふうに思いますんで、ちょっとお付き合い願いたいと思います、はい、よろしくお願いします。 お疲れ様でした。また、一旦閉めます。お疲れ様です、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ああはい、音声入りました。 OK です。お疲れ様です。というわけで続きちょっと行きましょうか。ちょっとだけ延長させてもらいましょう、はい、見たいという方ね、結構いらっしゃいましたんでちょっと延長させていただきます。すいません、お二方ちょっとお付き合いまたよろしくお願いします。はい、うちで変わりますか。変わらないでいいですか。大丈夫です。大丈夫ですか。じゃあそのまま行きましょうか。はい、よろしくお願いします。行きます。ね、斉藤さんかっけ、斉藤あちゃんの延長やった。はい、この間にしばかれると久保ちゃんハート男前やからね、やるんか。いや、やってさあどんなもんが伸びるのはっていうねコメントを受けますけれども、ナミヘさん分かってるところでまだもう余ってはない感じですか。そうです、あと2個は分かってます。あと2個は分かってる、はい、あ、ということはまだまだ大丈夫な感じですかね。
あとはさらにどれだけ途中で乗せれるか、まあ、バディングチャンスと、あとはね、7ゾロ目の引き次第というところはありますけどね。あんまり激しいフラグ引いたらもう消化できなくなっちゃいますけど、その時はご了承ください。さあ、バディ続けっていうコメントも来てますけどもね。空森さん、あと何ゲームぐらいでした？私は79ゲームですね。79ゲームいやー、本当に一言、はい、主任に謝りたい。そうですね。まあ、確かに先ほどはボロクソ言ってましたからね。はい、やれ、間違えたんじゃないか。でも主任関係ないかもしれないですよ。あ、そうですね、これ僕も聞き入れてるかもしれません。え、っていうと、広角生かしきれてるんで。あー、なるほど、聞き入れてるんだろうかなと思って。なるほどね。ピースに1ミ取った久保ちゃんに言いつけるぞって言われてますけどね。今何戦目っていうコメント来てますけど、バジリスク何戦目ですか？今が何戦目ですかね。これ5話ぐらいですか？5話かな、第5話になってるか、はい、ね、タイムカードないかもって言われてますね。うん、あ、みんなの師匠ない。おーっとちょっとびっくり当たり。今なんだ、あ、弱チェリー、弱チェか、はい、よう当たるな、弱チェで。しかし、あ、同色きましたね。これは伸びるやつや、これは伸びるやつやで。そうですね、うん、インローストックで行くだけなんかなって言われてね。うん、バジは最後まで見たいからさっさ打ってとかいうコメントも来ますけどね。、はい、まあまあまあ、その辺みんなさしたって、うん、僕はもうほっといてくださいよ。なんでちょっといじけてんのよ。もう好きで打ってるだけよ、もう。そろそろ煩悩ブレイカーでも打ちに行こうかな。あ、ぜん太郎さん好きって言ってたもんね、煩悩ブレイカー。ぜん、そうなんですよ。あの、実はね、あの、本当に今日、あのね、皆さんちょっとスケジュールがね、だいぶタイトな感じだったんで、あの、どうしますか、好きな台打たれますっていう話したら、真っ先に出てきたのが煩悩ブレイカー全でしたからね。え、結構打ってたんでしょ。まあまあ打ってました。まあまあ打ってた。まあ、その辺のね、久々に空前太郎さんあたりからの詳しい解説もちょっと聞きたかったんですけども、まあ視聴率考えたらどうなんかなって話、結局落ち着きましたね、これね、はい、あ、大丈夫です、うん、大した僕知識持ってないんでね。なんか今日えらくあれです、あれじゃないですか、途中からの引きが下がってきたらえらくはおかんぶりじゃないですか。もう何も引かれへん。あと1回はあるでしょ、これね、え、お銀ちゃん走ってるってことはね、え、太郎は何年副主任なんですか、顧問も多いよね、煩悩ブレーカー全が好きやと分かってるやないか、ね、コメントしますね。いやー、バジもこれ決まそうかな、何年さんのやつね。はい、予告、いらっしゃる、ね、タイムカードなくなるから仕方ないって言われてますけど。いやー、さすがこの、お、さあ、シズマレーが来たってことはレア役ですね、これはね。どっちかな。さあ、スイカー、おー、77。いや、いいなー、こういうの見ると。はい、かー、おまけが多いですね。多いっすね、絆広角。波平さんの方が止まらん感じになってきましたけど ね、 ピースケ山騒ぎがあるか、道を見てあるか。あ、これ7戦目ですね。あ、7戦目か、これで7戦目ですね。バジはこういう風な感じでありますよね、続くときはね。皆さん、ね、ある程度、ここへ来てホッパエラーだ。
ここへ来てホッパエラでございます。空になってしまいました。出たメダルをリバースするっていうね、前代未聞のやつなんですけど明日あたりね、これお客様に出していただきたいところですね、これね。あ、そうですね。明日、黄門茶碗のメダル出したら僕は直接触った手で、あったかいホヤホヤのメダル出てきますわ。ホヤホヤのメダル出てきますからね、これね。一肌すぐに冷めてるかもしれませんけどね、これね。もしかしたら何枚かパクられるかもしれないです、ね、ほらさあ、波平さんが、これで1000枚超えましたね。終わってしまいますね。うわおーっと、ラストでここでラストで引いちゃうの、でも弱者臭いですね。弱者ですね。あ、でも、はい、おるかもしれないですね。可能性はある。あ、いたそっちかい。おいしいな。これは一番出るパターンのやつですね。ですね、はい、枚数も一番稼げるパターンのやつですからね、はい、さあと言ってる間にあれですね、空豆さんも1200枚近いね。あと8ゲーム、あと8ゲーム。いやーこれ止まらんやつやろ。さあラスト5。ほんまにこれバジリスクの方終わらんかもしれんな。そうですね、エンディングいけるんじゃないですかね。はい、インドです。はい、おめでとうございます。あ、来た。あ、持ってますね。あ、持ってた。オールベル来たおい何がなんだか全然わかんないんですよ。バジリスクオールベル引くとね、はい、あれなんです。いい仕事しました今レバ最後のレバー音は空豆太郎さんでした。さあ空豆さんもいいとこ見せとくか。ここふぅーデビさん何か言おうとしなかった。ちゃんねこの止まらないやつやろとね。いやスコーリン待ってますって言われてますからね。うおー7分の3。見せてしまった。見せてしまったわ。もうこれあれちゃん、営業するときまでずっと流れてまうんちゃん。えらいことなるぞ。持ち越し台やでこれ。降臨来ましたね。いやこんなマジ久しく打ってないってね。さあ来たよ来たよ来ちゃったよ。100やな。はい、なんぼやみんな、なんぼや、なんぼや、予想なんぼや。お前ら100しか書かへんのか確率をその先へって言われてますからね。さあどうだ、どう超えるのか、超えるのか、超えるのか。おお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 まあまあまあ見せたな今日は。もう満足、ようやく100超えましたね。おめでとうございます。帰ろう。そしてプラス30。波平さんこれ終わらんやつやね。終わらんやつですね。帰ろう。もうぼちぼちかな。ほっぱいらや、ほっぱいら起きてしまった。もうぼちぼちかな。もう終わりですね。もうちょっと時間がね、はい、はい、ちょっと過ぎておりますんでね、ちょっと終わりまでするということはちょっと正直言ってきません。ちょっと申し訳ない、というわけで、ぼちぼちと、はい、空豆のくせに生意気とか言うな、はい、まあ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 しょうがないですよ。はい、というわけで、いやちょっと残り惜しい部分はありますけれどもね。いや、いい引きしてた今日は。今日はみんないい引きしてた。ね、ホッパーエラーって言ってね。
はい、というわけでじゃあぼちぼちと手段終了しましょう。はい、ちょっといつまでかって終わらんようじゃね、これお仕事で皆さん残っていただいておりますんでね。はい、はい、というわけでお二方お疲れ様でございました。放送そばでありがとうございます。はい、はい、じゃあまた次回の放送の時には、すいません、ちょっと今日はバタバタとしましたけれども、いや本当ですよ、ほんま次回からはこういうことないようにしてくださいね。いや本当に、次の店舗さんは電話してくださいね、本当に今日はほんまびっくりしたね、空豆さん、はい、もう顔割った時に、そう、えみたいな、そう、2人で、えちょっと待ってみたいな顔されて、僕もえちょっと待ってっていう顔したよね。え今日何しに来たんですかみたいなえニコ生、えニコ生みたいな感じで、もう 何されに来たんですかじゃなくて、何しに来たんですかみたいな、そんな感じだったから、ね、ちょっと本当に急遽の出演という形になっていたので大変ちょっと、ご迷惑かけましたけれどもね、はい、といった形でございまして、ぜひ皆さん、次のね、はい、次の時にはこのお二方また出ていただければと思いますんで、どうぞよろしくお願いをいたします。まあ次は新卒出すんでね、そう、はい、新卒の方々が新たに、あまた改めて入ったんですか。あ、もうもちろん4月から4名おプラス中等採用1名というね、もう、はい、という形でございますね。またその新卒の方々もちょっとしたらニコ生興味あったりするとね、以前ちょっとご覧になってるかもしれませんの で、ね、はい、どういうものかどうかをじゃあ先輩方々からちょっと教えていただくという形になるかもしれませんけどね。まあそろそろもう僕も引退かな何をおっしゃってるんですかね。あれ絶対に空豆はって言われるの分かってるやん、木村店長の後を。いや、あの人引退したとか言いながらこの前出たからね総監督宣言しておきながら何だかんだ出てるからね、これね、はい、いや4名よう入ったよね、はい、電話を打ち合わせなしのガチってことが実証されたっていうコメント聞いてますけど、まさにその通りだからね、本当ね、はい、といった形でございまして、本日もお疲れ様でございました、はい、また次回の放送で、ね、お会いいたしましょう。お疲れ様でした、ありがとうございます。はい、というわけでございまして、皆さんお疲れ様でございました。相変わらず YouTube に残らない JP の人のだだしゃべりという形になっておりますけれどもね、お疲れ様でございました、まあ、ちょっとね、最後の最後まで、見たかったという方もちょっといらっしゃるかもしれませんけど、すいません、やっぱりお仕事という形でね、この放送させていただいておりますので、ちょっとこれ以上の延長はちょっと無理やという形で判断させてもらいました、気になる方はという感じでございますけれども、ちょっとね、また東大阪店の方に遊びに来ていただいて、ぜひ、ご用意いただければと思います、京都ね2台のみならず、リフレッシュオープンもしまして、まあ、ジャグラコーナーのね、一斉に、リフレッシュというかね、装飾新しくしてオープンしておりますんで、皆さんぜひ遊びに来ていただければと思いますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。さて明日でございますけれども、天崎中央店の方からお久しぶりでございますね、主役店長出られるという形でございますんで、ぜひそちらの方も楽しみに待っていただければと、相変わらずあの企画の方は謎にね不敵に笑ってましたけども、はたまた何をするかは私、まだ聞かされておりませんので明日の打ち合わせ次第という形になるかもしれませんけどもね、はい、でもいいお話でいいボーナス見せてもらったということで、まあそうですね、家康氷もそうですし、
まあ、3回引けば上等かなというふうに思いますし、まあ、ちょうどいいタイミングのしたかなと、ちょっとね、出るのが早ければというのは、まあ、ぶっちゃけあるかもしれませんけども、まあ、実際のリアルな、まあ、これはあのパチスローだと思っていただければという形ですね。まあ、そんなにね、出るところばっかりを見せるというわけでも、この放送ございません。やっぱり実際にね、ある台を、見せるというところではございますんでね。はい、ドラえもんかっていうねコメントも来てますけど、ドラえもんじゃないですよ、そちらの主役店長でございますのでね、はい、はオカルト店長でございます。はい、といった形でございまして、お早々まで、本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。明日もぜひご覧になっていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではおやすみなさい。お疲れ様です。